はい、そうですね。気まぐれライフ配信始めていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。せーの、いいね。いいね。おー、いいですね。まる、相変わらず元気ですよね。ね。はい。ありがとうございます。ほんじゃね、今日もですね、一週間ぶりの、未来のインストラクターのまるとですね、みんなの作るの楽読インストラクター、私とですね、一緒にライブをしていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いしまお願いーす。しまいいね。す。いいね。今週もね、まるよろしくお願いします。ほんとね、定期的なライブってことでね、週1ぐらいでやっていこうかなって今企画してるでね。そうですね。定期的になってから、まあ2回目という感じなんですよね。じゃあ今日はどんな話していきましょうかね、まる。何がいいですか？いや、丸の希望を聞きたいですね、まずね。希望？はい、丸が話したいことってあると思うんですよ。話したいことか。順次の無茶ぶりが始まってますからね、完全話したいことって言われたら困っちゃうな。困っちゃう。じゃあ、まあ、一週間ぶりということで、丸が一週間でなんか印象的だった出来事だったりとかさ、これ楽しかったなということ印象的だったのは、が。ライセンスジャッジを受けたことです、もちろん。ライセンスジャッジというと、ちょっと初めて見た人わかんないからね。あ、そうですよね。どこまで言っていいんだろう。普通に言っていいのかな。ダメそうなやつは、まるまるって言ってる。ちょっと私じゃわからないところがある。わかる範囲内で。私の職場の店長になるためのライセンスがあるんですよ。ライセンスがあるよね。ここ店長には、なる資格みたいな。そうです、そうです。ここまではセーフですよね、別に。で、そう、どこの店かわかんないからね。はい、そうですよね。わからないね。そハれンバーをガ受け、ー。あ、そうですよね。何してるか分からなきゃって分かんないですね。それを受けました。受けたんだね。なるほど、なるはい。いほど。受けてみてどうですか？や、私、もうなりたくてなりたくて、もうこう、ってハンカチかじりながらもこうって言ってたじゃないですか。なんか慣れない自分が悔しくて、おう、待ってる人を、なんか、なんて言うんですかね。あら探ししてみたりとか、言わないですけど、心の中で多分そうしてたりとか、すごい、おう。ダサいですけど、今思えば。なるほど、こう、なる、すごい、はい。波動が低いメンタルで過ごしてたわけですよ。まあ、そんな過去が丸にはあったわけね。そうです、ラクロク始める前。すごい。で、そんな丸はが、どんな風に変わって、そういう流れになったの？それを、ラクロク始めて少しまでは手放せないでいたんですよ。おう、まだ握ってた。ギュッと。握ってましたね。で、一番最初に、手放そうと思えたのが、リターンスクールの体験の時だったんですよ。お、意外と私の知らないやつは。そこなんですね。ポイントね。そこそうかです、ら、そうです。こあ、じ、う。どう知らぞ。なかったですか？知ら、忘れてるだけかもしれませんけど。いや、本当のまるで生きてごらんみたいな。まあ、ごらんなんて自分では言わなかったかもしれないけど。本当の自分のに、こんばんは。かおちゃん、こんばんは。はい。じゅんじゅん、まるちゃん、こんばんは。おー、いいですね。そう、コそメンれトで、読む。どうぞ。コメント読むのは私。そうそう、よく読み切った。半分しか言ってなかった。かおちゃんって言うんですか？
かおちゃんです。東京に住んでる、はい、うん。かおちゃん、こんばんは。で、で、はい、どこまで話しましたっけ？そのままで生きていいんだよっていう話からの。あ、そうです、そうです。で、うん、本当の自分にこう戻っていくときに、どうしてもなんか引っかかってる部分はやっぱそこだったんだなって気づいて。うん、うん。で、そっから、うん。あ、Cもですね。こんばんは。忙しいね。いい感じ、いい感じで来ていいからね。話、ある程度、踏ん切りついたら、こんばんはで大丈夫だ、はい、うん。なんだっけ、また忘れてるじゃないですか、言ったか。本来の自分で生きて、生きたらいいんだなっていう、そこが大事だったな、みたいな話ね。そうです、そうです。うん。で、なんかすごいそこにこだわってる自分に気づいて、うん。そうですね。手放そうってなったら、うん。なぜかコロナで止まってたそのジャッジメントが、はい。また、今月中にやらないと、ルールが変わるから、やりましょうって話になったんですよ。うん、もう、やりましょうできたらね。やりますかじゃなくて。そう、今と、進めてた途中の人は今やりきってください、みたいな感じで。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。うんうん、はい。うん。うん。でも、落読のことしか頭になかったから。頭になかったね。なるほど。そうなんです。うん、えーってなっちゃって逆に。うんうん。今更もうなーみたいな感じだったんですけど。今更が、今更感が半端ないんだからね、丸だからね。そうですね。もういいのになーみたいな感じになったらいきなりそういう状態になって。うんうんうん。うん。で、今週それがあって面談してみたいな感じでしたね。なるほど。でも受けてみてどうですか、うん、なんか。受けてみて、うん、やっぱり、楽読の MVP 今考えてるから、うん、すごい気持ちを入れて乗って喋るじゃないですか、あの時。そうだね。うんうん、はい。順々に声、うん、声が違うとか言われるんで。音が違う、ね、音が違うって言われるんで。で、うん、でもやっぱり乗って、気持ち入ってないから音が乗らないんですよ。うんその面談の時ね。そうです、そうです。自分でも分かってるんですけど。うんうん。うん、だけど相手からしたら、うん。いや、すごいエネルギーですねって言われました。4割ぐらいの私で。おうおうおう。4割の抑えた状態でもすごいねって言われちゃう。はい、うん。言われました。びっくりしました。うんうんうん。うん、それだけポテンシャル持ってるところだよね、うん、丸がね。そうみたいですね。知らなかったのあなたのことですよ。いや、純粋にすごい言われてたのに、うん、全然気づいてないっていうか、うん、みんなやっぱり波動それなりに高い方ばっかりじゃないですか。まあね。うん、で、エネルギーも。うん。うん、それがまあ、ぬくぬくの良さだからね。そうですね。だから別に、うん、その中の一人ぐらいにしか思ってなかったんですけど。高い人の中の一人みたいな。私だけじゃないよ。そうです、そうです。なるほど。面白い捉え方だ。いや、現にジュンジュンも高いから、すごく。まあ、そうじゃないとインストラクターできないんでね。いや、そうですよね。私が、まあ、なんかみんなで低かったらどうなのみたいな、あるじゃない。あなたがリターントゥヒューマンしてくださいねって言いたくなるよ。そうですね。だからあまり感じてなかったです。なるほど。むしろ低いなって思ってました。一度も感じたことないな。あなたは、丸はね、私からの印象で言うと、うん、最初の頃すごい低かったみたいな表現をするんだけど、低くないよ。うん、本当ですか？あれ何が？エネルギーが？エネルギーが？うん、元気が？うん。うん。うん。全然元気だったよ。あの時ですか？スタダの時ね、スタートダッシュセミナーで1月初めて会った時に、
マルがみんなを仕切るわけさ。あ、まともに話したこともないような人たちを巻き込んで、あの人は多分リーダーだと思わせるぐらいのエネルギーで言ってるから、みんなリーダーなんだろうな、みたいな感じで受け取って、あの自由に動いてたじゃない？それをなんか波動がもし低かったとするならばですよ、これ。ね、うん、多分言うこと聞かないよね。そういうもんなんですかね、うんうん。この人の言うこと聞いても良くならないみたいな。なんで？いや、でもみんな大人だし、はい、あそこいい人が来るわけじゃないですか、やっぱりカモさんのところだから。そうだよね。理想人の世界を味わいたいって来て、言うこと聞かないとかないよなって思ってました。でもなんかそれなりにさ、うん、社会的にいろいろできてるし、エネルギーが基本高い人が来るじゃない、カモさんの講演会ってさ、うんうん、で わざわざお金をね、あのより多く払ってボランティアスタッフをやろうって、全体の人しかいないわけだから、うんうん、それなりにみんなエネルギーあるわけさ、うん、で例えばマルがねそれを言われる側だとしようか、うん、でそういう状態 でそのなんかいきなりなんかよくわかんない人が仕切り始めたなみたいなで、その人がドーンって暗かったらどう？ついていきます？ああ、いや、支えに行くと思います。サポートに入りに行くと思います。サポートに入る。あ、これじゃダメだな。あ、ちょっとこれじゃあれだなと思ったら、その弱いところをフォローしに行くと思います。指示する方をサポートに入るよね。そうです、そうです。なんか、実はなんか、言ってる人が、その人じゃなくて、丸に切り替わりそうだよね。わかりますこれ。うん。リーダーシップを取られる感じね。そうしないと、現場が回らないから。まあ、あの時も、そんな感じでしたよね。完全にこう、なんか、ちょっと、リーダーはいたんだよ、うん、本当に。いたんだよ。でもなんか、丸がリーダーっぽく見えたんですよ、みんな。だからね、なんかみんな、なんか、なんかついていったというか、みんなね。っていう、こう感じなので、もともとなんかみんなが認めたエネルギーを持っているというか。そうか。見てるから、そんなにさ、そんな低くなかったよな、みたいな感覚なのね。うん、私の感覚では。いや、なんか、あれは仕事モードの私でした。あ、仕事モードなのね、あれはね。うん、うん。店長になるぐらいだからね、これね、今回ね。今回っていうか、それくらいの話がもともとあったってことだもんね。うん、あ、そうです、そうです。それくらいのこの、なんか能力を持ってるってことだよね。ハンカチを噛んでたとしてもですよ。いや、うん、枠が空いてないんですよ。まあ、一人しかなれないからね、店長枠ね。そうです、そうです。で、店舗が少ないんで、うん、あ、少ない。地方なんで。はい。都会の、あれですね。都会の方ですよね。都会の方ですよね、丸が住んでるの。一応、でも店舗数はやっぱり少ないんですよ、地方だから。なるほど。まあね、うんうん、あんまり場所言うとあれかなと思うんで、あれ。ああ、そうですね。地方って言っちゃったんですけど。うん、地方だと思うので、地方だけど、まあその中でもまあ有名なところって有名だよね。うん、あ、そうですね。うんうん、はい。うんうん。こうね、なんかね、そうやってこう、なんかこうみんなに認められる存在で、なんか、より認められるような感じになってきましたね、なんかね。うん。それもなんか、より、なんていうかな、丸が楽しんでるというか、握らなくて、話したのに来るみたいな。あ、もう一回ですか？うん。なんか前はさ、握って店長ならなみたいな。ああ、そうです、そうです。なれねえみたいな。キーみたいになってたのに。なってました。ね、別に、店長に、別にならなくてもいいんだけどな、うん、と思うぐらい、こう、握ってないというか。うんうんうん。話してるのに、逆に向こうから来るみたいな。うん。っていうのか、なんか、引き寄せのように感じるんですよ、聞いてると。うん？引き寄せの法則ってそういう風になってて、絶対なるんだって、うん、力んでる時ってならないんですよ。いや、本当ですね。これをなんかそうなったらなるなっていうふうに、楽しい気分でいるだけで、なんか勝手にそういう話が来る。うん、ああ、そんな感じでした。うん。ね、なんか、
それぐらいこう、なんかどんどん理想が現実化しているというかね、あるのね。うん、うん。ね、それでなんかライセンス取れたらね、なんか、もう、なんか、あの、気持ちの面でもすごい整理がつくんじゃないかなって思うしね。いや、思いました。それで、うん。連絡明日するねって言われて結局来なかったんですけど、そのまま休み入っちゃったんで結果はわかんないんですけど、うんうん。その次の日はすごい気分よく仕事行きましたね。おぉ。時期切りついたな、みたいな。おぉ、すごいすごい。うん、うん。うんうん。ね。ちゃんと引き寄せましたね。なんかね、気分よく過ごせるための鍵をね。うん。いや、なんかちょっと心残りとかあったんですよ、やっぱり。なるほどね、その仕事にね。仕事っていうか、そこずっとこだわってハンカチかじってたのに、慣れないまま私、うん、やっぱ一回そこをさ、D、楽曲インストラクターになる、うん、なんか、そのモヤモヤ、なんないかなとか、考えたときに、うんうん、いや、どこでもうまくいけない、どこでうまくいかない人、どこ行ったってうまくいかないでしょうって思っちゃう部分もあったんで。うんうん、なるほどね。なんか、うん、うん。夢半ばみたいな感じで、諦めて、うん、うん。みたいなのは、なんか、嫌だなとは思ってたんですよ、うんうん。なるほどね。うんうん。やっぱこう、うん、なんか、悪ってこう、なんていうかな。なんかよくわかってるよね、本質がね。あ、本質ですか？うんうん。なんかこう、本当に、なんかそこがうまくいかないからといって、違うとこで結構するんだって思う人って結構たくさんいるんですよ。それはそれでなるかもしれないんだよ、もちろんね。うんうん。かもしれないけど、あの、私の中では、その、なんか、なんていうかな。ここダメだから次行った方がいいじゃんみたいな考え方って、どこか同じことが起こると思ってるんですよ。そこで、あの、人間関係だったりとか、あの、何かトラブルの原因というか、を、なんか、解決しないまま次行くから、同じことが、あの、似たようなことが起こっちゃう。うん、で、またここなんか、なんだここはみたいになって、また怒って、また次のとこ行って、で、またなんだかこれ行って、うん、怒っちゃう人って、たくさんいると思っていて、そこをちゃんとこう、消化してから次に行こうっていう、その姿勢、うん、うん、すごいなって思いますよ。ありがとうございます。うん。うん。まあ、結局そういうのを、うん、今回のことも踏まえて、うん、学読レッスンやリターン通して、うん、やっぱり自分が心の中が世界が映ってるから、うん、間違いない。自分の心が変わらないと変わらないんだなっていうのはすっごい感じました。うん、ね、うん、そうね、うん、この心の投影だからね、見える世界ってね、うん、ね、こう映画のフィルムがさ、なんか、ドロドロしてる物語だとさ、うん、これ、ドロドロしてる物語に見えちゃうんだよね、この世の中が。それが、こう、内側がすごい、すがすがしいというかね、気持ちよくいられる世界観でいるとね、うん、やっぱこの現実もそういう風に見えちゃうよね、これね。うん。だから結局、その職場変えようとしても、うん、中のカセット変わってなかったら、同じことになりますよね。うん、そうだね。うん。うん、フィルム変えてないんだもんね。スクリーンだけ変えてもね。映る映画は一緒ですよ、みたいな。劇場変えただけ、みたいな。そうそうそう。うん、で、映画館何個行ってもね、同じことしか流れないですよね。そうですね、うん。ね、そういうのをなんか、こうやって、うん、まあ、やる時期もあると思うんですけどね。クリアす、なんかこう気づくとね、なんか変えられるよね、うち、ん、が、ね。うん。うんね、そこをなんかこう、丸はだいぶスピード速く変えてきましたもんね、フィルムね。変えれてますかね。変えれてるよ。そのサインが、うん、今回のその、うん、ライセンスだったんじゃないかなとも思ってます。なるほど、なるほど。うんうん。ね、ジュンジュンではどうしようもできないからね、このライセンスに関してはね。まあ、そうですよね。うん
全くできないことなんだけど。関係ないですからね。関係ないとこなんだけども。すごい支えてもらいましたよ。おお、なんかしました、私。いや、いつも思い出しますもん、ジュンジュンの声とかを。あ、フィルムが動き出す。なんか耳に聞こえてきます。おお、すごい。再現性高いですね。うん。あとは、うん。なんかあったときに、うん。ここ一番のシーンが私の前に現れたら、うん、はい。ジュンジュンを憑依します。召喚されるってこと？そうです。召喚獣みたいな。憑依するね。そうです。あ、何でしたっけ？妖怪ウォッチって知ってますか？あ、知ってる。今やってる。あ、やってますか？そう。俺の友達、ジュンジュンって言って呼ぶんです。面白い。面白い。今合体するもんね。今のやつが、うん、歌とかも心の中で覚えながらすごい新しいやつだ新しいやつだジュンジュンを呼んでますいつも。あ、呼んでるんだね。おお、はい、なんか憑依した状態でこう行くんだね。そうです。じゃあジュンジュンだったらこう言うなと思いながら真似してますえ、どんな真似があるの？どんな真似？北海道って、はい、いいじゃんって下げて言うんですよ。イントネーション。うん、下げて言うかね。うんうん。はい。ジュンジュンって、いいじゃんって言うじゃないですか。うん、あ、上げるってこと？そうです。イントネーション上がってるんです。知ってました？知らないです。でもその響きがすごい好きで、音とも。あ、ありがとうございます。本当に、なんか、うん、あ、そっか、なんでそんなくだらないことにこだわってたんだろうって。うんうん、思える、うん、そう、それでもう、うんうん、ジュンジュンだったら今絶対これ今いいじゃんって言うなと思って言ったりとかへえ、うんうんうん、ジュンジュンはこう感じてるんですよって言って、マルはどう思いますかって聞くんです、いつも。それよく言うねそれを、あ、今ここ言うとこだと思って何って言ったり。おお、なるほど。TPP ですね。呼吸するとき。はい、呼吸するとき。呼吸するとき、なんかある？目つぶって。いや、でも、全然。それも、あ、今このタイミングで呼吸しなきゃと思って、したりとか。ちょっと恥ずかしくなってきます。なんか聞き終わり。うんうん、なるほどね。うん、伊達にレッスン中のあの録画何回も見てないですからね、私。さすが。うん、こうそうだね、2回撮ったもんね。はい、レッスン動画2回撮ってね、繰り返し見てるんだね、まだね。見てますね。じゃあ受かりますね、もうね、うん、骨格です。いや、よしくですね。よしくです、よしくです。うんうんうん、いいですね。ちょっとコメントをさばきでいきましょうかね。はい。こんばんは、くさちゃん。くさちゃん、この写真、違う人みたい。そうね。アカウントでくさちゃん2つあるんだよね。あ、そうなんですね。うんうん。なんか別の、普段使ってないアカウントかな。だいぶなんか丸いよね、くさちゃんね。うん、なんか仕事モードのくさちゃんみたいな。よそ行き顔ですよ。おお、なるほど、なるほど。よそ行き顔だね、確かにね。はい。うん。しょ。コウジさん？お、コウジ。イェイ。イェイ。たぶん、スタダでお会いしたと思うんですよね、私。そうだね、スタダいたよ。うん。あ、ね、同じ会計班でしたよね。会計班だったね。うん、はい。あ、その説は。うんね、工事もあのいますからね、はい、楽読打ちますから。でも最近あの、はい、34回、でやってて、今ね、今どうしようかなっていう感じで、多分あのリターンはやるんじゃないかなと思ってるんですけど。おー、うん、まあ、あの楽読インストラクターやりたいらしいからね。あ、そうなんですね。うん、ね、同僚から始まりますよ。
丸が言うと響くかもしれないね。今、飛ぶ鳥も落とす勢いだからね、丸はね。4割でも人を魅了するからね。元気出ましたって言われました、面談の時。さあ、出るでしょう。みんなそうだと思う。逆だろう。なんかインストラクターのエネルギーが低くて、なんか受講生からもらう感じみたいな、ね。役割で言うとね。そうですね。そっちの方が高くないでおかしいんだもんね、普通からするとね。はい。もらってっちゃダメだろうみたいな。あるかもしれない。そうです。はい。読んでいいんですか？読んでください。フィルムよくわかるってシーボが言ってくれてますね。草ちゃん、人気者ですね。人気者ですね。草ちゃんファン多いからね、やっぱね。ねえ、アーリットくんだ。あ、もう妖怪ウォッチってまだやってるんですね。やってるね、今 Y 学園だよね、今ね。わかるこれ。いや、私、それはわかんないです。あ、わかんないんだね。はい。娘の時代なんで。なるほど、あの、初代というか、頃ね。はい、ケイタ君とか。あとゲームとか流行ってた頃ですかね。なるほど。歌が流れっぱなしだったので、ずっとね、どこ行ってもね。最近でもその歌とかまでは流れてないですね。最近は流れないよね。だいぶ、サビになってきたよね。順次はゲームをやってんだけどね。妖怪物ね。娘と一緒にね。トイレの花子さん倒せないって娘たちが言うからね。一生懸命倒す。ゲーマーなんだよね、私ね。結構むずいな。へぇー。言ってますよ。結構暇なんでね。もう妖怪ウォッチやってるか、ダチョウ聞いてるかぐらいしか最近やってない。あ、最近のソフトなんですね、その妖怪ウォッチも。最近です、スイッチ。需要がなさそうなんで、次行きますよ。いいじゃん。俺、いいじゃんってそんな言うかな。言ってんだね。言います。言いますよ。気づいてないんだね、私がね。なるほど。いや、わからないことありますね、なんかね、自分の口癖ね。まる、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。報告、おめでとうございます。これ、何のおめでとうですか？多分、インストラクターだと思います。あ、そうですよね。勝手にインストラクターだと思って。ありがとうとか言って。デレデレライブやってるって。いいだろう。今日結構真剣モードですよね。今日あんまりこう、そんな話じゃないですね。結構ね。真剣モードですね、結構ね。語っちゃった。全然紹介するためにもう近い話してよ。これ、多分ね、妖怪ウォッチの安い、あれは普通にもうだいぶ安く買えると思うから、そこに、準々メダルだけ作ればいいんじゃない？そうだそうだ。で、そこにこう、音楽流せばいい感じに召喚できそう。そういう動画を。めっちゃ前向きな人。そういう、待ってますよ。そういう動画をね。面白い。ねえ、そしたら、こう、なんか面白いですね、なんかね。みんなが呼び出せるようになってね。ねえ。だって、みんなのいいところね、呼び出したくなるとき、いっぱいありますよ、私。あ、そうなのね。やっぱ、人のいいところを見つける天才だからね、丸はね。はい。言っちゃった。受け取った。受け取った。受け取りました。ねえ、それだけ見えるから、あ、このいいところを今召喚したら、なんかいいっていう、わかるもんね。自分にないところだから、なお、今助けてって思って。はい。召喚してます。なるほどね。すごい技ですよね、それね。なんか妖怪ウォッチってすごい漫画だなと思ってました。なるほど、なるほど、なるほど。
おお、なるほど。さすが、さすが丸ですね。ああ、あれね。なんかあの曲ですよね、チュンチュンワールド。あのね、チュンチュンワールドね。あれじゃ、あの、知らない人にちょっと話しますけど、あの、みんなの歌っていうかね、あの中でこう、チュンチュンワールドっていうのがあるんですよ。あって、それを今 YouTube に上がっててですね、それをね、聞くとね、どう言ってもね、チュンチュンワールドって聞こえないんですよ。それぐらいこうなんかね、それが音がですね、ずっとこう、ジュンジュンの、常にやってるんだけど。よかったらね、聞いてみてくださいね。うん。時間がある方は、チュンチュンワールド、リンク貼ってくださいね。みんな、だいぶ脳内汚染しますよ。うんうん。ですね、しようか。ね、こうしたらよりね、テーマ曲ですね。うん。うん、召喚するときはこれを流しながら召喚してくださいね。うん、前のなんか言おうとして飲み込む感じ好き。うんうん。ね、こう、なんか、いや、そんなこと、何かこう、何か受け取りませんよっていう感じをね、ちょっと言うのをやめて、ありがとうございますみたいな。なんかあるよね。でも飲み込んだ感じの、うん、なんかいいですね。なんか丸のね。そうですか。変わろうとしてるんだなっていうのを、すごい感じね。うんうん。受け取らないとね。そうだね。うんうん。ね、うん、せっかくもうできてるよって言ってるのにね。いや、違いますよ、みたいな。ちょっとよくわかんない。じゃあ、こちらの勘違いでちょっとなっちゃうもんね。そうですね。それはちょっと なんだかなですね。そうですね。なんかね。うん。できてるように見えてるのにね。うん、できてませんよ。いや、なんか、ちょっと変な感じがするもんね。なんかね。でも、それ、大体それを、なんか、自分の感じたことを押し切っちゃうよね。なんかみんなね。うん。ああ、そうなんですね。うんうん。そういう人がやっぱ多いね。いや、そんなことありません。みたいな。ああ、みんな返品しちゃうんですね。返品されるから、もう、次から、私褒められなくなるもんね。返品されるとね。ああ、もったいないですね。どうしようかな、みたいな。あの手この手で行くんだけど。いや、そんなことありません、ね。返品祭りになって。どうしようかなって、もう、みたいなことは、たまにあります、私も。みんな、受け取りベタが多いんですね。まあ、それだけ。ね、それだけなんていうの、自分に自信がなかったりとかね。なんか自分って国民性ですか？国民性もあるかもね、これ。ここまで日本人自信ないの、なんでかなって思うぐらい自信ないからね。ここどって時に急にそこそこできてる人でも折れてくるからね、自信ね。弱ってくるからね。ここが日常の、どうぞ。前に出ちゃいけない風土がある気がして。確かに、そういうのありかもね。足並み揃えようよ、みたいな。なんか、ちょっとね、出る杭は打たれるじゃないけどね。なんか、ちょっと白い目で見られるもんね。一歩、みんなより前に出るとね。出がちなんで。出がちなんだね、まだね、そうだよね。そうです。うんうん、で、一時、その視線が嫌で出ないようにしてたんですけど、はいはい。でも我慢できなくて、やっぱ出ちゃうんですよ、結局。あ、出ちゃうね。そう、突き破って、いや、無理、やっぱ出るわ、みたいな感じになっちゃって。すごい、すごい、すごい。なんでこう、出たいって思うの、あれは。あ、なんかね、スピード感が遅く感じちゃう、もたもたしてるっていうか、なんでそこをもっとこうやってやればいいのにやんないんだろうとか、はいはい。思っちゃうんですよ。なるほどね。丸はスポーツカーだからね。早いからね、やっぱね、ついていけないんだよね。一般人では。ちょっと行動走る車。そうなんですかね。行動走る車じゃないので。みんなも結構ベタ踏みでこう踏んでんだよ。アクセル踏んでるんだよ。
性能がちょっと違う。なんでみんなそんな遅いのみたいな。あれでもね。いや、ベタ踏みですけどね、みたいな。これじゃ出ませんよ、みたいな。でも私はちょっと、ちゃんとしたらめっちゃ出るよ、みたいな。基本性能の違いみたいな。うん。ただなんか浮いちゃうんですよ。まあ、浮くだろうね。スピードが違うからね。うん、基本性能の違い。え？基本性能の違いというかね。ああ。うん、なんか。それが嫌で、自分を、うん。隠そうと思っちゃったところもありましたよね。おお、なるほどね。なんか、まあ、ちょっと嫌になるよね。なんかね、自分しか、あれなんで誰もいないんだろうみたいな。おかしいな、みたいなね。で、それをいいよって言ってくれたのが、やっぱ、ジュンジュンだったんで。それがこう、丸のさ、なんで、得意性というか、特性だよね。それができちゃうんだから。やれって言われなくたってやるんだから。ね、それって、まあ、得意点というかね、そういうのがあって、そこを生かすか生かさないかなんですよね、結局人生って。生かして人は輝くんですよ。みんなできることを一生懸命横並びになったところでね、まあ、普通なんで、みんなができないことを、なんか、できちゃうけどなっていうことを伸ばしていくっていうのが、人生の醍醐味というかね。っていうふうに思ってて、丸が出ることによって、それを見てる人たちが、あっちに行けばいいんだ、みたいな、リーダーシップというか、感じて、前に出れない人が前に出れるじゃん。一人の前に出た人がいるから。ああ、なるほど。足並みをそこの前に合わせに行けるってことね。そうそうそう。一個、次のステージ行ける。もう前行けるから、みんな安心して、道なき道を歩んでくれた丸がいたからこそ、歩けることってあると思うから、すごい役に立ってるじゃないですか。かっこいいな、それ。あなたのことですよ。いや、それが本当にできたらかっこいいなって。おお、やってきます。いや、できてるじゃん。できてますか？できてる、できてる、できてる。うんうん。ね、うちのスクールのね、妖精に道を作ったのは丸だしね。道なき道作ったじゃないですか。うん、あ、そっか。うん、二班長とかさ、シーモとかさ、出てきてくれたじゃん。うん。道作った人じゃない。そっか、そうだね。うん。リト君とも、リト君もずっと待ってたんでね。なんか、順々が道作らないからね。だいぶ困ってますよ、いや、多分、順々から受けたかった人、いっぱいいただろうなと思います。ああ、なんかその道今までね。ありがとうございます。丸が作んなきゃったら、道がなかったんですよ。うん。そっか。私が意図的には作らなかった。あるじゅんじゅん、こんばんは。たけしとさん。うん、こんばんは。はじめまして。今日リターンも一応やってるね。リアルリターンをね、今、申し込んでくれてるね。もう一人、たら完全に来月スタートですね。はい。ぜひぜひ。リターンはね、いいから。ね、本当に、もう一人、早く来てくれるといいですね。よりスタートできますね。そうですね。リアルでリターン受けるってなかなかできないからね。また違った空気感でしょうね、きっと、ウェブとは。そうだね。またちょっと違って、こう、ね、より深く入るというかね、ところもあるよね。わかりやすかったりとか、ワークが、まあ実際できるので。空気感を味わいやすいかもしれないですね。前はエンジンがスポーツカーバリだよね。ね、ほんとスポーツカーだよね、丸ってね。自覚はだいぶなさそうだけどね、なんかね。
いや、ただ、うん、こう、ジュンジュンみたいに向き合おうとしてくれた人、人生の中に何人かいたんですよ。うん、で、嬉しくなっちゃって、わーって言ったら倒れちゃったんですよ、その人が。今までは。お、その人が倒れちゃったの？そうです。私が倒しちゃったんですよ、エネルギーが強すぎて。おお、うんうん。一緒になんかこう成長していきましょうねって言って、組むんだけど、うんうん、私のエネルギーが強すぎて、その人がなんか、うん、倒れちゃって、倒れちゃって、なんか私の、あ、なんか、しまったんだな、みたいな、ないなってなってやめちゃうみたいな。やめちゃうよね。なるほど、なるほど。おはい、で、結局ずれちゃって、なんか暴走して違うとこ行って終わるみたいな。終わるんだね。終わって今があるんですけど。はいはいはい。うん。うん。だから、ジュンジュンのパワーだから、こうやってやれるんだなって思ってます。うん、あ、そうなのね。なるほど、うん。うん。受け止められてますか、私は。あ、と思いますね。あ、大丈夫でした、うん、大丈夫です。倒しそうでした？いや、そんなわけないですよね。うんうん。まだまだ余裕ありますよね。そうですね。結構暇なんで、4日落ちする時間があるんでね。いや、だから、芯の強さっていうか、自分軸がしっかりある人は、やっぱり違うんだなって思いますよ。うん、なるほどね。うん、こう、うん、なんだろうな。自分軸ってさ、結局さ、うんうん、なんか、結局経験で育つと思うんですよ。うん、経験って、うん、過酷な経験しかないので、過去私。うん、病気で2年間寝たきりとか、うんうん、から辞めてからの、あの、このなんだ、2016年に辞めて、この4年間というか、4年がすごい凝縮していろんなことがあったので、ほんといっぱいあったんでね、そこでも折れなかったので、私は。いや、なんか、うん、いつも陽気で笑顔でいるから、忘れちゃ、うん、ごめんなさい。忘れちゃいけないのに忘れちゃう、その過去があってことを。でも、あの別にそこにね、あの、乗り越えたのすごいねって思ってほしいんじゃなくて、それがあったからこそ私、うん、あの、丸のエネルギーに耐えられる私でいるんだなって思ったと。うん。だからありがたいなと思った。たまに、うん。でも、たまに調子悪くなったりしないのかなとか、心配はしますけどね。あ、そうなのね。なるほど、なるほど。うん。無理してないかなとか。おお、だろうね。ありがとうございます。本当ね。あれ、優しいですね。いや、でも、1万分の1ぐらいでしか思ってあげられないんですけど。うん、基本、自分が自分自分なんで。うん、おお、なるほどね、うん。うん。別に体調はね、そんな悪くないし、もちろん悪くなるときはあるんだよ、あるけど、うんうん、その日数はすごい減ったね、昔と比べたら。まあ、うん、それ聞けてよかったです。うん、すごい、安心。はい、うん、最近、こう、なんていうかな。すごい今、楽しいんですよ、私。楽しくて。うん、こう仲間がいるっていう感じをね、なんかこう、改めて感じてて、今。うん。そこがいるからこそ、なんか、いい感じにサボれるというか、休めるというか、うん、に思えて、うん、なんか無理しなくなったんだよ、私ね。無理しなくても、なんか、勝手にうまくいくと思ってるところがあって。だからこう、なんかより休むようになったから、心に余裕がある感じはあるかもね。あんまりないかな。ああ、よかった。優しいですね。うん。ね。うん。ね、一応これでも障害者認定されてるからね、私ね。うん、全然わからないもの。ね、精神、身体、両方とも持ってるからね、私ね。手帳持ちだからね。ね、どこを見て言ってるか知らないけどね。うん、一応そんな風になってますね。まあ、まあ、インストラクター養成組の神様的存在だよね。うん、そうだね。神様いないと始まんないよね。ああ。創造主ってことですか？創造主。うん。
まあ、表現はあれかもわかんないけど、うん。リト君も与えて。うん。うん。うん。まあ、中心的存在みたいな。あれがいなかったら、始まらないみたいな。ミーティングとかですか？そうそうそう。そうですか。私的にはリト君だと思ってるんですけどね。あ、そうなのね。なるほど。リト君もすごいもんね。ねえ、リト君、やっぱりなんか、うん。先を走って、それこそ見せてくれてる感じがしますよ。うん。伊達にね、半年、だいぶ前からインストラクターやりたいっていうね、思いを、うん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 、思い続けたのはやっぱあるよね。うん。昨日今日考えたわけじゃないものがやっぱ出てきてるよね。うんうん。なんかいろんなレッスン回数もやっぱり多いし、うん、いろんな人見てるから。そうだね。うんうん。そこからの言葉が出てくるから。うん。うん、勉強になる。ね、リト君は本当に楽読ツアーとか行ってたからね。本当に東京にまだ、うん、東京に行って、いろんなところのレッスン受けとか。うんやってたからね。すごっ。いや本当にそのためだけに新幹線乗って行ってんじゃない？うん。うん、やってたからね。熱いものを感じましたね、今。ねそこまでやるってまあまあだからね。じゅんじゅんみたい。ね私もやってたからね。本当に。チューブに楽読本集ないなって思ったら、じゃあ東京行こうみたいな感じで、東京行ってましたよ、本当に。ねえ。もう東京、八重洲とか、お茶の水とか、池袋とか。うん、それをはしごするんですか？はしごするの。1日6レッスンとか受けてた。6レッスンぐらいちょっと疲れてた。6時間ですもんね、6レッスンってことは約。そうだね、でもそこにいる受講生の方も違うし、インストラクターも違うから、なるほど。新鮮味はあるんだよ、変えるからね、場所をね。なるほどね。ずっと同じ人じゃないから。最近、丸をよく聞きながら波動上げてる。上がるよね、リト君ね、あれね。順序いつも3週ぐらいしますから。3週ぐらいします。マジですか？はい。私結構肌上げてますよ。いや、ちょっと、まだなんか世に出すつもりはあんまりない、感じで撮ってたから。ねちょっと時間が3時とかに上げられるとちょっと見ないんですけど。翌日なんですけどね。ちょっとチェックしてもらうね。何時ぐらい上げてんのかなみたいな。何時間前で出るから。あ、そうですか、出るから。それは起きてないな。でも見ますよ。一応全部見てると思います、ね。全チェックしてますね。マルのエネルギーはすごいもんね。最初にレッスンをご一緒した時から感じる。ですよね、シーンもね。ちょっとおかしいよね、このエネルギー感ね。ね。おかしいってひどくないですか？いや、もうなんで、ゲージがおかしい？スケールがおかしいというか、あれじゃないか。なんか量、なんか、みんながか、これくらいのフラスコだ、やってするとするじゃん。試験管みたいな感じだとするじゃない、マルはドラム缶で来るもんね。いや、言い過ぎでしょ、これ。ドラム缶でなんか入ってるみたいな。みたいな感じに見えるんですよ。なんかスケール、基準が違うんですよ、なんか。なんかそれくらいなんかすごいす。最初はあまり心開いてない時もドラム缶だったんですか？あの状態でもそう思われるのか。エネルギーは変わらないからね、別に。出そうっていう量が違うだけなんですよね。出すつもりがないだけで。もう隠し持ってるエネルギーはちゃんとドラム缶というか、いっぱいあるみたいな。でも、心開かないから出さないみたいなね。そういうのは無理なんですよね、みたいなね。こう、されてる。
みたいな感じで、ね、すごい失礼じゃないですか、それ。そういうのは無理なんですよね。だったんですね。言ってたよ。いやー。無理じゃないけどな、みたいな。めっちゃ控えてますけどね、みたいな。言わないけど。あれは何ですかって感じ。出したいんじゃないのみたいな。使いたいんじゃないのみたいな。使わないのみたいな。みたいな感じで見えた。蓋しちゃってるから、自分では気づけてなかったんですね。ね、もったいないというかね、表現で言うと。使わないんだな、みたいな。備蓄していくのかな、みたいな感じね。でも出したいのに出してないから、苦しいのは苦しいんですよ。なるほどね。うん。でも自分で分かってないから、なんで苦しいのか分かんないみたいな。こんなはずじゃないのにぐらい思ってましたね。なるほど。だからそこのなんかこう、信じて、まあ、師匠というかね、信じた人がいて、で、そういう人たちがこう、毎回潰れていくから、より出したらダメなんじゃないかっていう呪縛ももしかしたらあったかもしれないね、なんかね。囚われみたいな。みんながダメージを受けるみたいな。あとなんか、うん。トラブルメーカーになるんじゃないかって思ってた時もありました。なあ、トラブルメーカーね。なるほど、なるほど。うん。場を動かすからね、丸はね。ね、かき回しちゃうから。そう、前に出ちゃうからね。だったら、そう、前に出ちゃうから。だったら、うん、それにやっぱ影響されるじゃないですか、いいも悪いも、みんなが。うん、じゃ前も感じて。みんなが前に出るからね。前が、丸が出たのに。で、出たくなかった人もやっぱりいるわけだから。あ、そうだね。勝手に前、そう、バーって行ったら、うん、しょうがないな、みたいになるもんね。そこにいたかったのに、何なのみたいな人も。なるほど、うんうん、この居心地の良さを壊さないでって思う人もやっぱいるんで。読んでもいいんですか？読んでください。ジュンジュンは最近バルと話してる時が一番楽しそう。イエーイ。これどうなのこれ。どうなんです、そうなんですかね。私はさ、話してる方本人だからあまりいつも順々こんな感じなんでわかんないんですけど。楽しいですよ、私は。楽しくてやってるんですね。うん。だから厳正な審査の上、うん、ライブ配信はコラボライブは結成されておりますね。書類審査で、ね。ね。ちょっと、書類審査で9割5分落ちるのでね。ちゃんとですよ、波動管理してきましたもんだから。おお、すごい。さすが。このライブのために。ために。ありがとうございます。勉強し、筋トレし、はい。コアチューニングして、のこれです。すごい。楽読インストラクターの、はい、なんか、ルーティンみたいじゃないですか。いや、でも。波動低い状態で隣には映れないじゃないですか。そうだね、うんうん、やっぱこう、はい、丸を見たい人がたくさんいるからね今ね本当に。知ってます？一応この、先週のコラボライブの動画をね、うん、YouTube に上げてあるんですよ、うん、それがどれくらい1週間で再生されたと思います？途中経過を教えてくれましたよね。途中経過なんで、うん、例えば時間で言うと1週間で何時間ぐらい再生されたと思います？1週間です、時間的に。なんとなくでいい、なんとなく200時間ぐらい。200時間。うん、だいぶ増やしましたね。1週間200時間でまあまあですよ。そっかそっか。50時間ぐらい？お、正解。おー。いいね。うん。これってね、50時間がね、多いか少ないかっていう基準がね、分かりにくいと思うので、何分っていう話ですよ。いや、3000分以上再生されてるんだよね。うん、で、私がね、YouTube 始めて、まあ、約2年。うん、
近くなるんだけども、うん、歴代の動画の中で全期間で2位です。すごっ。うん、2位です。で、1位は、長崎商業が落読のトレーニングを入れたっていう動画を、うん、それはもっと再生されてるんですけど、うん、3位をぶっちぎりで抜いてですね、歴代2位の動画になってます。1週間だからね。うん。その前の動画1年前から載ってるからね。っていうことから考えたら、ある意味は堂々の1位かもしれないね、この動画ね。すごい。すごく、すごいでしょ、なんか。ね、それだけ私がね、170本自分で撮ってきた動画をぶち切りで抜かれて、ワルの動画だけがバズるということはですよ。ね、順次が見たいんじゃなくて、丸を見たいんじゃないかなっていうふうに思うわけです。だから、なんかファンはたくさんいるんだろうなって思ってました。ああ、まあ、この掛け合いがいいんですかね。うん、まあ、それもあると思うよね。うん。うん。うん、ね、まあ、それだけこう、丸ファンがやっぱいっぱいいますからね。うん。うん。ね、すごいなと思いますよ。いや、そうですね。もう、それが真実ならば、すごいですね。数字は全部。そっか。ちょっと一人で50時間見ると体力ないので。みんなで刻んでね、見てくれてるんですね。ね、本当に。平均視聴時間が40分超えてるからね。結構長く見てくれてる。そんな見ないからね。普通3分ぐらい、3分もいないからね、YouTube って。うん、いや、そうですよね。40分これを見続けてくれてるってことですか？そう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 。それが平均視聴時間だからね。40分ですごいよ。うん。うん、マルがいないと始まらない。てか、ジュンジュンが立ち上がってくれないって。いや、スルーしておきましょうか。まあね、そういうことありますよね。ね、やっぱこう、なんていうの、まあ、一人でやってるからね、やっぱね。なんかあるよね、やっぱりね。一人でこう、なんていうの、戦に行けないというか。なんか大将が一番先陣切っていくみたいなさ、感じになる。ちょっとなんか疲れちゃうといろいろできなくなっちゃうと困るな、みたいなのもある。なんかこう、つながり作ってから行きたいよね。より、なんかよりうまくいく方法というかね。うん。私がこう、トレーナーになっていく、育成していく、さあみんながレッスンやってくれる、さあより私がやりたいことやれるとかね。うん、そういうのがやっぱ描けるようになったからね。これ本当に。描いてなかったんですか？もう大変しかなかった、俺。トレーナーやるの大変しか入ってなかった。もう大変だなみたいな。そう、デフレスタイル。大変みたいな。大変だとは思いますよ。なんかマイナスのイメージしか浮かばなかったから、今じゃないですって言っといた。その前にリターンをやってなかったので、当時ね、リターンもなんかうーんってなってたからへぇ、二段階ステップが必要だったんですよね、私なんて。うん。リターンはなんで嫌だったんですか？あ、嫌なわけじゃないのか。嫌じゃないか。疲れたか。いや、スクール運営とリターンスクール同時並行して、なんていうかな、うん。リターンはもううまくいったんですよ、ぶっちゃけね。いったんだけども、うん、スクールがうまくいかなくなっちゃったんですよ。頭の中がリターンに寄りすぎちゃって、リターンのことしか考えない。あ、なるほど。考えなくなっちゃって。そしたら、なんか、楽読がなんかおざらになっちゃって、いやいや、いかいかい。楽読がないと始まらないぞ、みたいなって。で、私、不器用なので、じゃあ、リターンはひとまず、まあ、いろんな人がやってるから、私がやらなきゃいけないあれもないなと思って、楽読は私しかできない楽読がやっぱあるから、うん。ちょっと注力しようと思ったら1年間だったんですよ。うん、中でこう何回も付き合い芸に合うというか、リターンやりたいっていう、こう、あってからのエリエリで、ついに感情が崩れましたね。からの、トレーナーみたいな流れかな。うん、その間、ずっとやりたい、やりたいって言ってもらえるっていうのがすごいですよね。
ありがたいよね。一切リターン説明してないんだけどね。うん。ニーズがずっとあり続けるっていう。ねえ、本当にありがたいよね。あんなにやらないって言ったらね。うん。うん。丸のやる気ゲージ。丸のやる気ゲージがバグってる。わざと自分でゲージ削って人を合わせてる感じ。うんうんうん。うん。うん、ね。面白い。面白いね。それくらいおかしいよね、丸のこう、ゲージがね。うん。ないところ作るもんね、ゲージをね。下げる、下のゲージを、なんか、メモリを下げて、下で作っちゃうっていうところあるよね。で、なんか人に合わせて、なんか振動みたいな。そりゃそうでしょうね、みたいな感じ。ないもん作ってんだもんね、みたいな。無理くりね、みたいな。あ、どっかちょっと勘違いしてましたね。下げるのは、あるのをこう、決まってるだけだから、つらってないって勘違いしてたんですよ。あ、そうなのね。いや、実際自分は苦しかったです、でも。苦しかったね。うん。うん。うん。ね、やっぱ解放させたら本当に楽にね、本当に進めるよね。うん。いや、これも経験ですね。そうなんですよね。経験がやっぱり人の厚みというか深さを作るよね。人間の。うんうんうん。どんなになんていうのかな、成功法則を知ってさ、こうしたらうまくいくよっていうのはたくさん知っていてもさ、どんな知識が厚くても、それをやっぱやっての経験ってあるじゃない？こう行動したら自分で汗水垂らしてさ、やってみた経験がさ、やっぱうまくいったりいかなかったりするのもさ、味わいでさ、そこになんか人間らしさというかね、ある気がするんだよね。そうですね。知識も大事だけどさ、やっぱ経験も大事な気がするけどね、俺はね。転んでる人結構好きなんだよね。うまくいかなくても、なんかそれでもやってんだな、みたいな。すげえなって思うもんね。その人たちがうまく歯車はまり始めたらやばいからね。つかみが違う。追いつかない。でも、そのタイプだからね、私がね。うまくいかなかったことしかないぐらいだから、やっとそれが歯車がはまり始めている感じだからですね。6日間で視聴回数88回だよ。丸のね。回数、YouTube ね。で、それに、この回数で時間がそれだけあるんだよ。すごっ。すごくない？すごいですね。平均視聴時間。みんなすごい見てる。ね、して、ここ、いいこと言ってくれてますよ。みたいな。わかりますか？面白い。ミト君のぶっこんでくる情報が面白すぎ。そうなんですよね。本当に、再生回数、100届かないのめっちゃ多いんですよ。でも、みんな YouTube じゃなくて Facebook から結構見てますよね、きっと。そう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 、そう。Facebook で、300回超えてるもんね。30回ぐらいされてたから、再生されてたかな、前回のね。すごいよね、330回で。コメントも300近くあるからね。ね。すごいよね、そうですね。それが全部 YouTube だったらもっと時間増えるかもしれないよね。YouTube のホロライロイホロイホイライブ公開って。私すごい好きなんですけどね、ホロヨイライブ。あ、そうなんね。ありがとうございます。好きな人しか届かない。このタイトルがもう開こうっていう思わないよね、あんまね。YouTube って誰だって思ってる人見ないよ、ね。よく知らない人のほろ酔いは見たくないかも。言われてみれば。なんか管巻いてるのがなんか流れるんだな。
まあ、なんか私の YouTube でね、結局、なんか知ってる人が、見るといいよって話が結構載ってるんですよね。知らない人向けの説明がないから。この、わかりやすさというかね、マーケティングができる人がいたらですね、ぜひ人事、人事の力を貸してください。動画はたくさんあるんでね、180本ぐらいあるんで。いい感じに、いろいろできますよ。いろいろ切られそうだけどね。ほとんどいらないですよって言われて、ここだけキュッと当たります。なんかそういうのやってくれる人がいたら嬉しいですね、なんかね。おー、いいですね。なんかね。おー、だいぶいい感じに、前座が終わりましたね。前座何ですか？前座1時間10分みたいなね。めっちゃ汗かいてますよ、今、私。笑いすぎて。汗かいてきたの。ああ、よかったよかった。うん、なんか楽しかったね。はい、うん。やっぱね、マルファンがね。そういうのを見たい。ね、そんな感じからの、ね。これ何の話からこうなったんでしたっけ、これ。あれですか、ライセンス取ったよって話じゃないですか。あ、なるほどね。そこからのエネルギーからの脱線みたいな。あ、そうです。エネルギー高いねって、4割でも高いねって言われたっていう。おお、すごいね。広って1時間話せるんだもんね。そうんうん。他には何かあったんですか、こう、あるの1週間。何あれ、あれ、ミーティングしたのっていつでしたっけ？先週の金曜日？そっか。じゃあもう先週の話になっちゃいますかね、それ。まあ先週になるか。今か火曜日だからね、先週。まあ先週っていうかまあ1週間ですよ。1週間だから大丈夫なんじゃない？今週の話じゃない？先週のライブ配信からの今までこうなんかあったことみたいな。ああ、じゃあミーティングやりましたね。ミーティングやりましたね。うん、ちょっと補足がいりますね。何のミーティングかが、主語が抜けてるので。養成講座の。ああ、なるほどね。インストラクター養成のミーティングがありました、うんうん。ね、それは始まってないから、フライングスタートで勝手にやってるってことですね、これね。ジュンジュンとゆかり。うん。いや、本当にね、これ、興味ある人は、やったらいい。おう。うん。おすすめポイントは？で、今一番楽しい時間ですもん、そこが。あ、レッスンよりってこと？え？ジュンジュンのレッスンよりは、私のレッスンより楽しい。そう、みんなでミーティングし。なるほど。なるほど、まあ。シナリオないからね、あれね。なんか。うん。深く自分と向き合うじゃないですか、やっぱり。そうだね。うん、うん。うん。それで、うん、その考えをさらにブラッシュアップするためにみんなが聞いてフィードバックくれて、うん。また、後ほども自分で考える。うん。その工程が楽しい。おー、なるほど。うん、結構 M ですよね。そうですかね。うん、だいぶこう、なんていうのかな。結構言うじゃない？私も深く言うし、うん、リト君も結構グッていくし。うん。いや、でも全然感じないです。おぉ。いや、それは、愛が乗ってるから、うん、考えはするけど、受け止めて、うん、うん、あ、そっか、と思うけど、うん、そこに、なんだろう、きついなとか、は思わない。うん、あ、思わないのね。うん、よかったよかった。じゃあ、もっと言っていいの？うん、大丈夫ですね、まだ。大丈夫、まだ大丈夫ですね、さすが。うん。うん。じゃあ、もうちょっと、上乗せして、通常コースと、辛口コースどっちがいいですかみたいな。みたいな。いや、通常でいいですよ。コメントは優しい方がいい。あ、コメントは優しい方がいい。なるほど。うん。
うん。なるほどね。うん、どういう、あれがいいのかなと思ってね。加減があるんでね、これね。うん。いや、ただ、うん、成長できる方より。うん、そうだね、うん。負荷が、やっぱ負荷がかかるってことですか、それ。そうそうそう。そうです、そうです。そうです。いいな。うん。難しいなってね。あの、まあ、うん、それ、そういうコースはないので、あの、ないので、そんな、こう、器用な方じゃないので、私はね。思ったことを言ってるだけだから。うん。今の中は全然大丈夫ですよ。だからね、結構私よりリト君が言うからね。そうですか？うんうん。リト君もすごいね、考えて。あ、まだ大丈夫なのか。じゃあ、ハードコートの準備しとこう。うんうん。すごいね、言葉考えて。うん。うん、ちゃんといい言葉、相手に響く言葉でっていうのを考えて発信してるのを伝わってきますけどね。ね、本当に。うん、ね、リト君もこう深くなってきたよね、だいぶね。いろいろあった。だからこそ、なんかその出せる深さみたいなのを感じるね、なんかね。うん、まあ。なんか出すことによって、うん、リト君の成長にもつながるような気がして。うん、間違いない。うん。うん、その、ファシリテーターになりたいって言ってるから。うん。なんか、ここを踏み台に。うん。うん、して、うん、輝きを増してってほしいなと思う。ね、本当に、これからインストラクターもね、ファシリテーターもなっていくからね。うん。もう、そんな風に見えるからね。ね。うん。私もいつかリト君と一緒にリターンスクール やってみたいし。おお、めっちゃいいじゃないですか。うん、ねえ、本当に、ね。同期で。ねえ、本当に。面白いですよね、感じになったらね。ねえ。うん、ねえ、本当に。私で言うと、ピロミンと私ってね、リタプロ同期なんですよ。うんうんうん。まあ、同期同士で今、リターンスクールやれてるからね。うん。ねえ、なんか、感慨深いですよね、なんかね。ね、なんか一緒に頑張ってきた人だと、うん、相手のこともちょっと分かってるから、きっとここでこうやって言ってくれるんじゃないかとかも思うと、うんうん、入りやすいですよね。確かに確かにね。うんうん。うん、ね、本当に、ね。楽しみだね。なんかリト君丸コムのリターンスクールもね。うん。いや、ジュンジュンとももちろんやりたいし。うん、ぜひぜひ。うん。待って待って。うん。ファシリテーターね。うん、ねえ、どんどん今ちょっと難しくなってますけどね。今ちょっと難易度が上がってますけどね。でも丸は大丈夫かな。動画慣れしてるので。ああ、はい。動画を、まあ、あんま言わない方がいいです。動画を撮影する必要が出てくるので。あ、ファシリテーターの方がですか？ファシリテーターね。うん。うーん、こうなんか説明できるとかね。うん。うん。うん、それも音も問われるのね。うん、ちゃんと響く音もね。うん、どういう、なんか迷いながら喋ってんな、みたいな。でも分かるじゃないね。うん、私ね、まだまだまだ全然分かんないんですよ。あ、そうなの？うん。なんか感情とか、うん、目とか、筋肉の使い方の方がわかる。筋肉の使い方ってどういうこと？顔の。あ、顔の筋肉の使い方がわかるの？はいはい。で、あ、今ここ動いたから、はい、なんかいつもと違うこと思ったなとか、雨を泳いでんなとか、鼻膨らんだなとか、はい、へなんか動揺した人の目の動き方ってあるんですよ。おお、なるほどね。眼球の。そういう方、うん、目の視界からの情報の方が、うん。あい、なんか汗ばんできてるとか、あそこに一緒に声が上ずったなとか、うん。早口になったなとか、うん。そういうのはわかりますね。なるほどね。観察力すごいね、うん、あれってね。あ、そうですね。あ、喋っててなんか、今一歩後ろ下がったなとか、
手のひらどっち向いてるなとか。すごい。そういうのを全部見て人と話したりしてるんで。視覚情報がね。まだ音だけでは。あ、そうなんですよ。なるほどね。ね、私なんか自分の顔しか見てないからね、ほんとね。面白いですよね。自分の顔見て笑って。落ち着くんだって。いや、それ、面白いですよ。面白い。え、まあ、見ないの？みんな、うん。いや、たまに見ますよ。あ、たまに見る。見て、自分見て、順々見て。自分見てってしてますけど、はい、ずーっとは見てないですよ、自分の顔を見つつ、たまに丸みたいな。そう、なんか自分好きなんだなと思いながら見てますよ。すごいことだと思います。ありがとうございます。うん、でもかんすごいね、丸のね。うん、丸の観察眼すげえ。意外と私見てないからね、聞いてるからね。第三形状ってさ、そんな見ないからさ。ねえ。なんか 見ると視覚に持ってかれちゃうから、なんかあんま見ないようにしてるというか、音に集中してる。自分の声も聞いてるし、あれの声も聞いてるし、空間の音も聞いてるので、なんか音は録音したやつ聞くと分かりますよね。そうですね。それをリアルタイムでやってる感じ。それがなんかまだできないですね。おお、なるほどね。それをなんか慣れていくというか。第三形状モードでいつもいると、例えばね、私が慣れてない時やってたのは、第三形状食いっていうのやってたんですね。え、何ですか？第三形状の状態でご飯食べるの。へぇー。ゆっくりしか食べれないのね。動かないのね。第三形状だから、お茶碗を持ってる感じとか、お尻の接触面とか、足の裏とか、そういういろんな接地面ってあるじゃない、それを一個一個感じつつ、ご飯がこう口の中に入った時の感覚とかも一個一個味わって、麦茶がこう喉を通る感じもいちいち感じつつ、っていうのをなんか味わっていくとね、なんかすごい日常が雑に生きてたんだなって分かったのね。いや、そうでしょうね。でやってた。だってご飯食べて完食するまでに2時間ぐらいかかりそうですね。結構かかる。まあ2時間かかんないけど、30分ぐらいかかるかも。ゆっくり食べるからね。なんかそういうのをやってたよ、なんか。喋れないもんね、第三形状のモードに行くとね。いや、そうですよね。喋れない状態にすると聞くしかなくなるんだよね、もはや。でもあんま開かないし。じゃあ質問いいですか？どうぞ。ジュンジュンは常に第三形状なんですか？です。今も？はい。すごい。第三形状外す理由ある？いや、ない。ないんだけど。なんていうの、コントロールしてんのかと思った。どういうこと？この時は第三形状出しますっていう。出します。今は出しませんみたいな。まあ、使いどころ分けるってこと？そう。それで遊んでる時は出さないとか。おお、なるほど、なるほど。私ゲームやってる時は第三形状じゃないよ。なるほどね。だから、まあ、できる限り日常は第三形状をノーマルモードにしたいと思ってる。だから、なんかレッスンになろうが、このライブ配信だろうが、
いつも大関係庁のモードに入ってるから、うん、あ別になんか頑張ってなんとかしようみたいなそういうのがない、うん、いつも通りでいいと思って、ちょっとそこテーマにしてみようだ、うん、まあ本当にこの、まあ、インストラクターってね結局24時間インストラクターの意識でいるってことがめっちゃ大事なんですよ、うん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 、24時間その意識でいられないとするならばうん、ちょっと違うというか、うんうんうん、このなんか、なんで試合のために練習っているじゃないですか、何でもね、試合だったら練習ってことだよね、うんで。練習してない人が試合だけいい格好しようっていうのは無理なんだよ、これ。練習で、うん、練習でできないことを試合だけやろうみたいな。うん、それをやろうとしてる人が結構多いわけさ、うん。例えばね、普段それを、例えば日常ね、第三形状の練習全くしないのに、レッスン、落読レッスンで第三形状をやりましょうみたいな、うん、そうやろうとしたら、もちろんできないじゃない、うん、うん。それがインストラクターとはずれるわけね。日常でどれだけ。それは、うん、養成、うん、養成、スタートしました、合格します。その時でも必須項目ですよね、じゃあ。もちろんですね。受かったらもうインストラクターですからね。そうですよね。卵とかそんなんじゃないですよね。新人だろうが、一日、うん、受かった当日だろうが、うん、10年のキャリアがあったとしても、同じインストラクターって、うん、受講生らは見るからね。そうですよね。別に値段が変わるわけでもないしね。なんとかマスターとかっていうランキングがついて、うん、この人5万円ですとかないじゃない。うんこの人5000円ですみたいな。ないから。同じことを求められるよね。それはちょっと、今、いいこと聞いた感。いいこと聞いた感。うん。うん。うん。なんかそれだけプロの意識もいけるよね、うん。うん。全然、頭になかった部分。おお、なかった。なかった。うんうん、なるほど。第三形状の感覚って分かります？いや、分かってないと思います。分かってない。いや、レッスンでしたっけ？リターンスクールの。で、やったけど、うん、ちょっと、短いからね。触りだけやって、うん、しっくり来ない前に終わっちゃった感。ああ、なるほどね。うん。じゃあ、またやりましょうかね。うん、ちょっと。第三形状研修どこでやってくれるんですか？養成ミーティング。嬉しい。あ、有料がいいってこと？いや、そういうわけじゃないけど、うん、いや、やってもらえたらすごいありがたいですよ、ミーティングで。うん、ね、そうやってこう、いや、ミーティングじゃなくても養成始まって養成の中にないんですか、プログラム？ないですね。はい、みんな、はい、中だけで身につけられるんですか？リターンスクールでやったじゃんって言われるよ。おー。おー。きっかけはやるじゃない、うん、第3項でやるじゃない、うん、やるけど、うん、それだけで、その一瞬だけで身につけるわけじゃないよね。まあ、日々自分がどれだけってことですか？そう、それだけ自分が第三形状モードに入ってみよう、そんな状態で聞いてみよう、まあ、実践の中で使われてくることなので、うん、でもやり方を教えましたよねって。いや、そうですよね。うん。で、分かんなかったら聞いたらいいじゃんみたいな。いや、そうですよね。うん。だから、そのために楽々に受けるみたいな。うん。あ、ん？楽読レッスンを受けたついでに聞いてみるとかできるじゃない？どんなとこ意識してんのとか、どんな風にこう日常に落とし込んでいくのとかさ。いや、ものすごい、ものすごいこと言ってもいいですか？どうぞどうぞ。あ、もう忘れてました。第三形状忘れてた。うん。おー。
だろう、視覚にばっかりとらわれて、はい、うん、意識しないと忘れてました。なるほどね。なんかふと、あ、第三形態って思った時にする感じ。24時間いつでも第三形態だぞっていうのは、入ってなかった、うんうん。入ってなかったね。なるほど、なるほど。うん、なるほど。よかったね。気づいてね、この段階で、ね。いや、超やばいじゃないですか。今気づけなかったら。うんうん。まあね、こう第三形態できてるかできてないのかは、レッスンも見れば一発でバレるので、インストラクターには。だからもう、私だったらどうします？できてるレッスンとできてないレッスンなんか。もう分かり、露骨に分かる。もう全然違う、うん。聞いてないもん。うん、え、なんでそれ言ったみたいなこと言う。第三形状してる人って、その人が、ここまではなんかいろいろ言うんだけども、うん、その下にある思いってあるじゃない、うん、を感じられるのが第三形状なんですよね。うん。うん。かそれをこうなんていうかな、聞くっていう感じあるじゃない？門構えに耳っていうね。うん、うん、あれが鳥居だとするならば、そこの中の門を開けて入っていくわけですよ、これ。入ってきて、その中の本当にある思いを聞きに行くっていうのが第三形状なので、そこをさっき聞けてないってことは、聞いてないんですよね。まあ、確かに。うん、で、それ、なんか自分、うん、なんていうか、自分の心配事だったりとか、自分のことを聞いてたりすると、第一形状になったりすると、全然自己性が言ってることを聞かずに、自分の関係ない話をしたりするんですよ。緊張するからね、どうしても、レッスンで。すると、第一形状だなってなるわけね。すると、レッスンがバラバラなんですよ。ああ、わかった。わかった？なんかちょっとわかったぞ。わかった。わかったぞ。言語化してみましょうか、今の。要するに、なんか、タイムスケジュールばっかり気になって、うん、うん。話ちゃんと聞いてないとか。そうそうそう、そう、ね。例えばね。なんか、レッスン中なのに、うん、次の予定のこととかが頭に入ってきちゃって聞けてないとか。うん、うん。そういうことが起きてるときは第一形状だぞっていうことね、うん。うん。自分の声を聞いてるからね。それはね。うんうんうん。相手の声を。今みたいに、のめり込みすぎてるのは第二形状。第二形状ね。うん。いわゆる丸が見て、相手のことを観察するっていうのは、うん、ある意味ね、目と耳と心で聞くのが第二形状なので、なんか第二形状が強く出てるのかなってちょっと思ったね。目を使って。ああ、確かに。うん、うん、うん。聞いてるし、相手は聞いてもらえてるって感じはもちろんあるんだけどね。うん。圧が強すぎるかもしれない。人によって。人によってはね。うん。なるほど。うん。うん、それでこう自分はどこを、日常どんな聞き方をしてるのかなって癖がわかるんだよね、これ。へえ。この癖が人生を作ってるところがあるので。うん。うん。普段相手の話を聞かないっていう、聞き方しか知らない人は、あの人の話聞かないよねっていう態度を取られるよね、毎日。いろんな人に。だから人生作られていくじゃない。周りの環境が変わっていくんだから。自分の聞き方してる人に。うん、したら、なんだよみんな、みたいな。怒っちゃう人が、出来上がるというか、性格も出来上がるじゃない。うん、でそれを聞き方を変えて第二形状に切り替えました。相手の話をすごい前のめりで聞いてくれます、うん、あの人なんかすごい変わったよねって話はなるんだけどちょっと圧あるんだよねみたいな。でも変わってくる、うん、周りの環境変わるじゃない。うん。で第三形状になってこうなんかすごく話しやすいんだよね、丸のそばにいるとね、すごい心地よい気分になって、気分が良くていつも一緒にいたいんだよねっていう人もになったとしたらまた変わるじゃない、うん、そうだ。うん。やっぱこの聞き方一つで人生変わるんですよ。うん。じゃあ、順々か自分の顔見る理由が分かった。どういうこと？第三形態するから、うん。だなと思った。そうだね。うん、うん、うん。なるほどね。
耳で聞いてるからね、私はね。耳で聞いてる。感じてるからね、ずっとね。ぜひ、やりましょう、もう一度。やりましょう。うん。うん、そうだね。うん、これね。大事だからね。みんな、わかったのかな？わかってない。私は分かってないと思います。あ、本当ですか？うん、私は全然分かれてないから、うん、なんかもうちょっとやりたいなって思っちゃいますね。うん、リターンの自分以外のセッションを第三形態で聞いてみるとめっちゃ楽しい。はい、うん、確かにね、うん、感じることいっぱいあるよね。聞かれないからね、別に自分のセッションじゃなかったらね。うん、単純にファシリが言ってることを、受けてる人が言ってることをなんか感じ続けるよね。いろいろ分かることあるよね、なんかね。できてるなと思う時もある。あるんだね。でもそれ日常24時間かって言われたら、いや、ノーだなっていう感じ、今は。意識の問題だからね、これね、24時間っていうのはね。常にそうありたいっていう思いだよね。じゃあ今からセットしていく。今からセットしていく。うん。いいですね。素直ですね。だって今だって聞いて、やった方がいいって分かったら、今のこの瞬間からやっていかなかった意味ないじゃないですか。そうだね。そうね。それだけ、こう、すぐやるっていう姿勢がね、丸らしいよね。そうですね。スピードが命なとこあるからね、まだね。いいと思ったら、もう、止まらないみたいな。スポーツカーがまた、こう、軌道修正、ピッてしてね、あっちだみたいなね。決まるとね。みんななんでやんないんですか、逆に。だって今せっかくね、いい話聞いて、すぐやったらすぐ変われるのに、そこを、じゃあ今からすぐ、この瞬間からって、思わないのがわからないですね、逆に。わからないね。一般的には明日からやりますって人は多いね。って感じ。なんで明日からなのみたいな。その間何してんのって思っちゃう、明日までの。いや、寝るんじゃないですか。そっか、うん。あ、寝て一回リセットして新しい朝からやりたいってことなのかな。みたいなね。瞑想ついでに第三形態入ってみるとかね。あ、なるほどね。まあ、どこから始めてもいいんですけど、まあ、人それぞれなのかなと思うからね、そこはね。いや、まあ、そうですよね。丸はこうね、もう、前に出たかったら止まんないので、みんなはそんなにストイックではないので。いや、ストイックだとも思ってないんですよ。まあ、気づかないところがだいぶ危ないよね、またね。ストイック人間もあるって書かれてるし、なんかそういうストイックなんだなってことに気づかないとね、ついね、それをね、人に求めがちになるんだよね、これ。気づかないと、なんでやんないの、やれよみたいな。なるんですよ、これ。なりがちなんですよ、これ。私はストイックだからやりたいんだけどね、あなたはどうする、やりたいです、じゃあ何やろうって言うと、明日からやります、あ、いいじゃない、明日からやりましょうねみたいな。この丸はそれでいいんですよ。誰も指定しないからいいんですけど、押し付けるとちょっと違う。押し付けません。勝つまでは。いや、勝たなくても、いや、人は人なんでね。なんかその傾向をちょっとね、丸から感じてたので、惜しいなと思いながら見てたので、それが私にもその正解というものを見つけると、丸はテンションふわって上がるから、こっちの方がいい、いいじゃんみたいなのがあると、それもこっちやろうよみたいな、っていうなる癖があるから、それとなんか、おーみたいな、
ノーって言えない人たちが現れる。そっか、じゃあ、あ、そう、やろうよって言っても、断る権利あると思って。断る権利がある。ってますよ。もうやろうよって。あります、もちろん。やろうよって言ってるか、もうやろうって言ってるんで変わらない。いやいや、あくまでレッツなんで。あ、レッツ、レッツだね。なるほど。そうそうそう、やりませんかっていうこと。なるほどね。もうだいぶ圧あるから、ね。そっか、じゃあ、うんうん、そういう方も考えよう、うん、考えようまあいいんですけどね、これジェジェが感じてることだからね合ってるかどうかわからないよね、うん、そんな感じがなんかちょっとしたので、うん、断れない人間もいるよっていうところを、ねうん、こうね、やるよって思ってますね、どうしようあれこれうん、そうね、それとかそれちゃうねあ、これ何ストイックのやつ、ストイックで気づかずにこうワッとこうみんなをやろうよみたいな。なんでやんないのかわからないっていう感じね。うん、からもう、うん、あの引っ張る人としてはすごい優秀ですよねこれね。うん。マゴマもしてる人も連れてっちゃうからねこれね完全に。連れてくつもりはないんだけどな。うん。そう、まあ、それだけこう、みんなを、なんか、なんて、なんていうか、みんなに影響する存在というかね。うん。うん。丸、うん、さんが言うなら、しょうがない、行こう、みたいな。感じですよ。なんかね。あ、班長だ。うん、班長来ましたね。班長、こんばんは。こんばんは。おー、いいですね。うん。でも、なんか本当、まだ2つしかテーマは多分話してないんですけど、あの、もう1時間40分だったもんね。え、2つ目は第3形状ですか？第3形状ですね。うん。うん。うん、みたいな感じですね、なんかね。うん。こう。いや、第3形状は聞きたい人いたと思います。いたと思う？うん。うん。うん、なるほどね。一旦受けてるけど、よく分かってない人もいるってこと？いや、もっと知りたいとか、うん。順々の秘密？順々の秘密。こう、順々が順々である秘密？順々じゃないか。順々が順々である秘密。ということ、どういうこと？なんで順々ってそんなに、うん。この話を聞くのうまいんだろうとか、おう。なんでそんなに落ち着いてるんだろうとか、うん、うん、うん。一緒にいたいと思えるんだろうとか、うん、の、うん、答え一つじゃないけど、その中の一つおが第三形状、うん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 、じゃないですか、うん、そうだね、それはあるかもね、なんかね、うん、や、呼吸法とか、うん、他にもいろいろあるんだろうけど、うん、うん、やっぱ大きな違いだと思いますよ。して第三形状してる人としてない人じゃ、そうね、感じる量が違うからねこれね、うん、そしたら第三形状ってなんだってなるじゃないですか。そうだね、うんうんうん、私もそれやりたいってなるじゃないですか、うん、ぜひリターンスクールでっていう流れでも本当に人生変わったもんね。落ち着きがすごい出たというか。うん。うん、ね、本当に、ね。自分大好きっていうのも多分入ってます、そんな。自分のことをなんか、うん、どうぞ。いやいや、どうぞ。自分のことが、あの、大好きって思ってる人って、あの、うん、満たされるし、で、そう思ってる人ってね、いいなと思えるみたいなんですよ。人のことも好きだと思いやすいしね。うん。わかります？うん。自分のこと嫌いなんだけど、あの人好きっていうのはね、ちょっとおかしいんですよ。うん。私の感覚の中では。自分のこと大好き、あの人も好きっていう方がね、なんかね、広がっていく感じがする。いや、そりゃそうですよね。うん。うん、順番間違えてるよみたいな、うん、あるかもしれないか、
で、そうするとなんか一緒にいたいと思えるというか。昔嫌いだったね、自分のことね。私ね。あ、ジュンジュンが？誰もいなかったからね。誰もいなかったよ。え、昔ってどのぐらい昔ですか？4年前結構最近みたいな。誰もなことないじゃないですか、でも。で、落読始める前だからね。あれ、ジュンジュンいつですか、結婚したの？30歳？だいぶ、十何年一緒にいてくれる人いるじゃないですか。いや、まあ、それはそれでいるんですけど。こんばんは。こんばんは、ニコさんですね。うん、ニコだね。うん、アリスの。よく見てるな、おい。うん、見てますよ。よく見てる。クッキーね。台湾なんちゃらに行ったとき。よく見てるな。見てますよ。台湾餃子ね、一緒に食べ行ってね。そうそう。ドア、本物は1個しかなかったっていう。そこまで見るんだね。さすが視覚、うん、視覚情報すごいですね、やっぱりね。一応順ファンなんで。なるほど、ありがとうございます。ね、本当に餃子も美味しかったですね。なんかね、こうちょっと入り口狭いんですよね。アリスのとこね。あのなんかしゃがんで撮った写真のが入り口の、あれみんなあそこを通るんですか？あれ通るんですよ。男一人だったら入れない。なんかちょっと恥ずかしい。映えスポットで映えるための、うん、あの扉なんだと思ってました。あ、違う、あれ入り口。でもすごい人がいつもいるんですけどね、なんか空いてましたね。どこにあるんですか、ちなみに。あの、名古屋の大須ってとこにあるんですね。あ、名古屋にあるんですね。名古屋の、なんか東京の、なんかアメ横みたいな感じ。秋葉原みたいな。ちょっとマニアックなお店だね。マニアックな地域の街だね。ジュンジュンに質問。ジュンジュンがレッスンで呼吸法を大切にしてるのは何ですか？何でですかみたいな感じかな。なるほど。なんだかな。これ、なんで私がね、呼吸法を大切にしてるかで言うとね、私がこれレッスンを通してなんだけど、ずっと同じこと思ってるの。一つのことだけ。レッスンはね、ずっと止まれと思ってやってるの、レッスンを。ずっと止まれ、止まれって思ってる、ずっと。だから日常の中で思考が止まらなかったりとか、忙しくいろいろやっていたりとか、どっかバタバタしてるんですよ、みんな。落ち着いてないというか。してる。それを、この時間、この45分だけはみんな止まってほしいという願いがあるんですよ、私のって。で、それを、一番表現しやすいのが呼吸法。落ち着いてってことですか？止まって、例えばマラソン走ってるとするじゃん？走ってて、給水ポイントに来たら、止まってゆっくり水でも飲んでいってほしいんですよ。そんなイメージ。走って取って、また次行くじゃなくて、それ疲れるから一旦止まろうぜと思ってる。その給水ポイントみたいな。なるほど。で、一旦止まると、いろんなことはよく見えるし、俺なんでこれ走ってんだっけな、みたいな。なんで走ってたんだっけみたいな。目的を忘れてるのを取り戻したり。あ、実はここじゃなかったな、みたいな。私がやりたいのはこれじゃなかったなっていう、違う発想の転換というか。今まで走っていこうとしてたんだけど、実はゴールに行けばいいとするならばですよ。あれ、ここ自転車あんじゃん。あれ、自転車で行ったらダメなのかな。いや、いいんじゃねみたいな。つけばいいんだよねみたいな。で、自転車で行ってもいいじゃないですか。あれ、バイクあるよみたいな。バイクの方が速くねみたいな。いや、でも車の方がエアコン効いてんじゃんみたいな。
そういう、新しい、そこの目的に対しての手段っていうのはいっぱいあるはずなんだけど、うん、走ってると思いつかないよね、みんな。うん。止まらないとわからないから、うん。横とも思い出していただいて、その一番自分が心地いい手段で向かうといいよっていうことを、今一度取り戻してほしいから、大切にしてます。なんか、すごい質問。うん、ね、本当に。いや、私結構、うん。順順マニアだと思ってたんですよ。はい。ありがとうございます。いや、初めて知った。おぉ、初めて。あれと思ってやってるっていうのは、うん。初めて聞きました。初めて言ったからね。あ、他の場所では言ってないんですか？たまに聞かれるときに、なんだかな、結構前なんだけど、楽読インストラクターの中の、なんだかな、なんかそこでなんか一回話をしたことがあるのね、みんなの前でね、話したことがあって、で、ジュンジュンのなんか、レッスンで大切にしてることって何ですかみたいな話をしたときに、止まれって思って待ってたら、えって言われた。10年やってる人に、え、どういうことって言われた。うん、なんかみんなそう、あ、止まれって思ってないんだって思ってました。みんな止まれって思ってると、ちょっと思ってた。まあ表現と違うけど、同じような気持ちで、いいはやってるんじゃないですか、うん、なんかだいぶ違うみたいよ、なんかみんな。やっぱり、ミッションが違う。あ、そうなんですか、うん。へぇ。これが私の思いだからね。うん。あ、そうなんですね。なんか、楽読の MVP に近い感じなのかと思ってました。うん、その止まれの思いは。おぉ。これも完全に私の経験から来てるね、これはね。ね、あ、じゃあなんか、他に思ってる方ってどういうことを思ってるんですか？そうですよね。覚えてるから。わかんないです、それ。私しかいなかったから、その時ね。ああ、そうなんですね。私がスピーカーだったから。うん、ああ、そっかそっか。話す方ですからね、とにかくあんまり学ばない人なので、自分で経験して、そのなんか、身につけていくというか、なんていうの？なんだから、人から教えてもらうっていうのがあんまりない人なので、なんか、自分の実践の中から生み出した表現みたいなのをいっぱい作ってきてる人だから、あんま知らないんですよね、みんな。ぶっちゃけで言うと、そこ知っちゃうとね、真似したくなっちゃうのね、私ね。か、それできない。なります、なります。で、それをできない私はダメなのかなって思っちゃうんですよ、私。そう思わない、私は。ああ。うん。で、なんか凹んじゃうんだよね、私学ぶとね。罰を入れちゃうってことですか？そう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 。だから知らない方が幸せなことってあるなって思ってて。ああ、そうなんですね。うん、あんまり、なんていうか、そこ知らないというか、うん、わざと聞かないようにっていうのがあるかもしれないね。うん、自分の、順々の取り扱い説明書。のあるんですね。大阪にもあるんだって。あ、あるんだね、大阪にね。アリスの店？なるほど。いいですね。そう。からの？え、止まれ？お、これも、これも、私の中でこれみんなそう言うからね、これ。そうだよね、説明下手なのかな。表現が独特？なんかディオみたいなね、これね。わかります？え、ディオ？ジョジョの奇妙な冒険みたいな、漫画わかります。ディオってなんかラスボスみたいな。ジョジョのね、ラスボスのディオっていう人がいて、まあ、それは、なんか時間止めるんですよ。へぇー。それみたいね、ちょっとね。呼吸法への思いがめっちゃ深い。ありがとうございます。本当に、楽読インストラクターでね、項目いっぱいあるじゃない？そこに、11あります。そう、11個あるんだけど、そこに対する一個一個に思いがあるの、インストラクターはね。思いがあって、
それが、まあ、ある程度語れることはもちろんなんだけども、その中で、いや、これだけはもう譲れないですよ、みたいな思いが乗るところってあるんですよ。うん。ある意味、見せ場ですよ、もはやね。ああ、なるほど。うん。そこがこだわるの。とね、ちょっとね、違うというか。順序の呼吸法なんか、すごいやっぱり落ち着きますもん。うん、もう、これ、こだわりにこだわりを尽くしてるからね、うん、うん。恋から全部作ってるからね、あれ。一から作り直したというか。音楽に合わせた音に合わせてるので、あれ。いや、私、うん。聞こうと思ってたんですけど。はい。いいですか？どうぞ。でなんか途中歌ってるっぽくなるじゃないですか。はい、はい、あれって順序オリジナルなんですか？歌ってっぽくなるってこと？なんだろう、なんかゆっくりとか深呼吸って、はい、はい、いますね。音とリズムがあるじゃないですか。あります、ね、うん、あれって順々流なんですか？完全順々流ですよ。へー。うん。うん。あ、ジュンジュンが作った音程なんですね。音程です、音程です。うん、世界観を表現したみたいですね。あ、そうなんですね。うん。それだけ、いつもいる世界観から外れてほしいから。あ、なるほど。うん。で、委ねることによって、あ、力抜いても大丈夫なんだなとか、頑張んなくても大丈夫なんだなっていうのを味わうと、うん、力抜けるんですよ。へぇー。いろいろ楽になると思ってて。うん。脱力。脱力がやっぱりね、よりパフォーマンス上げますから。うん。全身脱力っていうじゃないですか。それ真似する人多いんだよね。いや、私あれ、すごい。いい娘が絶対音感持ってるから、うん、ジュンジュンのあのメロディーを全部楽譜にしてもらおうかなと思ってた。楽譜音もできられるの、絶対音感だったらね。絶対音感。そうそう、ジュンジュンが歌ってるそれがどの音か分かるから、で一回ピアノで弾いてもらって私もそれを歌おうと思ってたんですよ。表現語弊がないように言ってきますけど、ジッチはレッスンで歌ってないですよね。すごい メロディーになってるんですって。まあ、それはなってると思います。そう、あの合わせてるからね、あの音楽の感じと、うんうんうん、声の感じを合わせてるので。あれの時もたまになってます、楽器トレーニングの時も、うん、途中歌うんですよ、そのまあ、そのなんていうの、私の中で呼吸法に行くための前座なので、はい、呼吸法の前、ちょっと目をとろんとなるようになるとより動くのでね、目はね、うん、から抜いていくっていうのもあるんだよ。はい、うん、なるほど、うん、そういうのを意図しているというか。へー、すごい深い。まあ、そこ思いがある。一つ一つにね。うん。ちゃんと意味がある。すごいな。うん。まあ、2年ぐらいやってるからね。2年ぐらいやってますからね。うん。うん、なんか、愛が刻まれてますね。1分ごとに。そう、ね。45分間のなんか、うん。うん。ね、そういうやっぱ思いがないとね、やっぱりね、届かないもの多いからね。うん、なんかこれそれ聞いたら次受けるレッスン、うん、ちょっとやばいですね。いや、何がそんなやばいの。いや、1分1分に愛が刺さる。そうだね。ですね、今日、今日のダチョウのどの部位食べたのかというところですね。今日はね、ももとですね、ももを、初めてかな、今回ね、買ってからね、うん、食べたんですけど、ステーキにして食べたんですよ、今日。いや、めっちゃ美味しくてね、本当に小学生の娘たちがね、取り合いですよ。
本当に。うん。本当、食べた感じは牛肉だろうね、あの感覚はね。うん。刺身も美味しいけど、どうも焼いた方が好きみたいですね。子供たちはね、その。私は全部好きなんだけどね。うん。めっちゃ美味しいです。うん。ダチョウの牛肉のお刺身ってあれユッケみたいな味ってことですか？そうだね、ユッケみたいな味。うん。切り方によってはなんかそういうのできるよね、なんかね。うん。ユッケみたいな味ね。うん。ね、本当に美味しいんですよ。うん。ね、マロンそういうの食べれるの？そのダチョウっていうさ、ちょっと臭みとかないんだけども、なんかちょっと人を選ぶじゃない？若干。いきなりこう送りつけられても困る人もいるじゃない？うん。ちょっとあんま乗ってない感じですね、なんかね。なんか、いや、なんだろう。うん。ダチョウの、あれ、イメージしちゃって、なんか、食べれないかな。ちょっとイメージが出てくるね。うんうん。うん、なんか子供の頃から食べてきたものはなんかまだ大丈夫なんだけど、うん、はい、そうじゃない生きてるものをってなるとなんか、はい、うん、それあるよね。食べなくてもいいかなみたいな。なるほど、まあ確かにね、うん、まあ、無理に食べなくていいんですけど、まあ美味しいのは美味しいです。うん、へえ、うん、はい、ありがとうございます。うん。ジュンジュンは歌いながらレッスンしてた。いや、歌ってないらしいですよ。表現が、丸の表現は歌うっていう表現をしてるらしいんですけど。うん、ジュンジュンの中では、普通どういう表現ですか、あれは。カウントしてる。カウントしてる？カウントしてる。うん。え、歌ってるんだね。うん。うん、歌うっていうか、なんだろうね、この喋ってる時のあれとは違うじゃないですか、やっぱり。まあ、間違いなく違うね。うんうん。うん。うん。それはもう変えてるからね、そういう呼吸法の。うん。そうだね。うん、そうだな。違うね。うん。うん。それがなんかちょっと音階がついてるように感じたから、歌っていう表現をしただけ。ああ、なるほどね。なるほど。うん。こう、何か楽譜があるように、こう、言ってるってことね。そう、なんて言えばいいかな、うん。私がじゃあ真似するとしたら、うん。その、音とか抑揚とか、うん。を真似すると思うんで。なるほどね。独特って言われるよね。あ、でも、うん。孝太郎さんもなんかそんな感じでしたけどね。おうおう、なるほどね。うんうん、だから、あ、酪毒はそういうのなのかなと思って聞いたんですよ。うん、あ、酪毒は呼吸法で歌うところなんだみたいな。歌うっていうか、その、うん、全身脱力って言って、脱力しな、するを促すために、そういう感じで言ってるのかなと思ったんですよ。あ、なるほど。まあ、なんていうか、うん。目的はね、やっぱリラックスだからね、そこはね。うん。そこを、そうなるような声ってあることない？だからみんなだから同じこと思ってるか同じに、おのずとなってるってことですよね。うん、そうだね。うんうん。目的というか、うん、意味がね。そこも似てた気がする。目的はリラックスっていう。うんうん、うん、そういうふうにならさるってことですね。そうだね。うん。やっぱそこを忘れたらインストラクターじゃないんでね。そこを目的はしっかり覚えて、理解しながら、その上に何を乗せてどう表現するかは自由だからね。うん。そこでオリジナルはあるかもしれないね。うん。うん。シーを食べてみてくださいね。インターネットで買えますから、地球やって調べたら出てくるからね。うん。うん、出てくるでね、1万円以上買うと送料無料になりますね。うん、買うと結構めちゃくちゃきますね。減らない。
もうなんか3日間ぐらいだとしか食べてないんですけど、私。減らないです。まだ半分しかいってないです。へぇー。だからめちゃくちゃ安い気がする。3日間食べて。安いんですか？安い安い。グラムいくらぐらいとかわかるんですか？例えばフィデっていうところ、一番高い部位で言うと、500グラムで3500円ぐらいだったかな。で、グラムいくらになるかな？せいもしないね。スーパーで売ってるお肉とかってどんな感じなんですか？どういうこと？スーパーとかで売ってる普通にお肉あるじゃないですか。まあ、普通に鶏肉とか？それよりはやっぱり高いですよね。まあ、普通に考えたら高いね。うん、高いですけど。そうだな。例えば外に外食する感じだとすると全然安いよ。ああ、なるほど。ステーキね、牛肉でも 300g とかいったら2000円以上超えてくるからね。なるほどね。そういう感覚。感覚。うん。まあ、普通に打鐘のお店はあるんだけども、そこで行ったらステーキで2000円取られちゃうし、刺身でもなんかちょっと入ってて大体3000円くらいするし、高いんですよ。へぇ、それがなんか切ってないとめっちゃ安いみたいな。ね、すごい。美味しいですね。でも丸の例え方はうまいと思う。完全に寝かせに来てるよね。うまいですね、まだね。呼吸法は人の個性がめっちゃ出るから面白い。リト君いっぱい受けてるからね、いろんな人の分かるもんね。みんな声は変わるよね、呼吸法の時は。突然変わるよね。みんな結構ドキッとするよね、みんなね。声が急に変わる。それはあるかもしれない。男性と女性でも呼吸法違う。確かにね。やっぱね、こう女性が話すのと、やっぱ男性が話すのと、ちょっと違うもんね。なんか、落読あるあるですね、これ。あ、そうだね。ケンケンの写真見てたら、サンチが近所だったから、今度行ってみる。サンチがあるの？大丈夫？所長のこう育成してるところがあるってこと？そうなんですね。よくわかんないけど、産地だからね、ダチョウをこうね、そういうね、養鶏場のダチョウ版みたいな、があるってことかな。こう、ダチョウの卵、ダチョウの卵を買って食べてくださいね。5000円するんだけどね、頼もうとちょっと思いつつね、ちょっと多すぎてね、食べれない。通常の鶏の卵の20個から30個分って書いてあるのね。ホットプレートで目玉焼きにしてもいいんだけどさ、なんかこの30個も食べないからさ。何にするんですか、それ買った人は。大体。目玉焼き？目料理みたいな。目玉焼き。目玉焼きなんだ。いや、なんかビーフ、鶏の卵との比較を見たいじゃない？ああ、なるほど。大きいみたいな。みたいな。でも体にめっちゃいいらしいんだよね。なんか、なんかワクチンとかもダチョウの卵から作ってるみたいで。なんか、抗菌マスクだったかな？何かを作れるみたいで、それをダチョウ卵1個で何枚作れると思う？抗菌マスクみたいな。30枚。惜しい。答えは8万枚です。全然欲しくないし。8万枚。8万枚。それぐらいこう免疫体制がいっぱいつくというか、
体にいいんだって。だから今はね。あれ1個食べたらすごいことになるってことですね。すごい、こう、コロナなんかぶっ飛ばしちゃうね、なんかね。しかも、あれ、それ1個で何人も食べれますもんね。まあ30個分だからね。まあまあ1個作っても5個でしょう、人間。4人はいるよね、必ず大人がね。あんなメガメギいっぱい食べようと思わない。1人1000円、2000円ぐらいで、それが手に入ると思ったら、すごいいいですね。ねえ、本当に。なんかね、思うからね。なんか、それも、なんかそういう、なんとか、そういうのもなんか面白いじゃない、なんか。コロナでちょっと自粛してる、みんなから、やっぱ楽しいことやりたいじゃない、なんか。それでもなんか、エンタメとしてね、なんか、なんか大事だなっていう、なんか無駄にも見えるかもしれないけど、なんかそういうのをね、がこう、楽しいと思えることを自分でやる、ちょっと面白いことやってみようっていう心みたいなのが、ちょっと今みんな忘れてるかなと思うからね。なんかダチョウにしたら、糸セット、すごい。はあるなと思って、ダチョウ食べてるのもあるよ。パン食べたいからじゃないっていう。違いますよ。そんなことしないもん、私。そんな安易なことはしませんよ、私は。いや、すごい。なんか私、すごい安易人間ですね、じゃあ。うん、常に人の役に立とうって思ってるからね。もう鏡だな。インストラクターの。いや、それが好きなんだって、私は。全部私が経験して、これをみんなの役に立てるとイメージできることしか基本しない。すごい。自分のためじゃないって、ない、別に。いや、そうなるですけど、私も。気づかされますね、いつも全然と喋ると。ありがとうございます。電池切れてたんだね、ニコね。お帰りなさい。ニコって結構ね、この感じなんですけど、結構お茶目なんですよ。すごいこうビジネス、合わせてやってた人なんだけども、結構抜けてるとこは抜けてて面白いですね。なんか綺麗で、スタイルも良くて、なんか、何でもできる人みたいなイメージですけどね。ああ、なるほどね。そういうふうな、この写真だけだとそういうふうに読み取れるよね、なんかね。ね、Facebook とかの投稿も最近見てるんですけど。これをね、実際会うとね、またちょっと雰囲気違うんですよ。こう、なんか人間味みたいなのがすごい溢れてる人で。なんかね、全然違うんですよ。でもなんか熱い感じは伝わってきますけどね。すごい熱くて、人間らしさをたくさん持ってるので。なんかこの写真からではわからない何かがありますね。よいしょ。出た。こっちだ。一個飛んだけど。飛んでる。いろいろ言ったけど、ジュンジュンの呼吸法が一番自分にしっくりきた。嬉しいね。なんかね、こうやって言ってもらえるとね。シーモンもいろいろ言ったんですね。シーモンはなんていうかな、リト君と同じタイプだよね。最初、ジュンジュン、あとは自由にいろんなとこ行って、戻ってきたタイプだった。あ、そうなんですね。そこはなんか自由だと思ってて、ずっと私のレッスンを受けてくれる人ももちろんいるし、本当にいろんなとこ行って帰ってくる人もいるから。行動派なんだね。やっぱカモラ長いから、シンバはね。いろんな、カモラの人たちがインストラクター始めてさ、スクールで開き始めたね。ああ、なるほど。4月ぐらいからね。会いに行きたくなりますよね。そこに会えるチケットみたいな感じになるんでね。なるほど。したら、なんかね、嬉しいよね、なんかね。いろんなとこに行ってたね、シーンもね。
でもその中でも、うん。一番しっくりきたって。嬉しいですよね。そうやって言ってもらえるとね。ねえ。うん。こだわってよかったですよね、なんほんかとね。私も嬉しい。ありがとうございます。ジュンジュンファンなだけに。ね。呼吸法はね、人一倍、こだわってきたというかね、あるもんね。なんか、やったかな。なんか、翡翠光太郎さんが出してるね、ルンルっていうのがあるんですよ。ルンルっていう音楽というか CD があるんですね。で、それで CD の音にね、おっさんの声がちょっと途中入るんですけど、入るんですけど、その音程が好きで、私は。それはで、その、誰なんで翡翠光太郎さんの師匠だと思すか？師匠。う。師匠の方がいて、師匠ね、はい。その人がすごいんですよ。ほんとすそごれい人。で YouTube 上がってますか？上がってないです。それもなんか1万ぐらいするんですよ。本と CD がついて1万ぐらいするんですけど、ああ、なるほど。うん。するんですけど、大体俺が、おすすめするの大体1万ぐらいするんですけど、それをなんかこう聞いてて、瞑想してて、そこの音程と、私が出してる音ってすごい似てるんですよ。それのなんか声真似というかできるようになって、だいぶ変わった気がする。それはいつからやってるんですか？最初から？それね、去年の4月だね。去年の4月、もう1、ルンル歴1年ちょいみたいな感じゃあ私は変わってから出会ってるってことですね。そうだね。まだ月収1万5千円時代とちょっと抜けてる。みたいな感じでしたね、なんかね。板エピソードですよ、もうそれ。鉄板エピソード。そういうのもあって、これをやるともっとうまく、もうわかんなくていいから聞いてって言われたんですよ。信頼してる人にね。ああ、その CD を。CD を聞いてって言われて。で、ほんと3秒聞いただけですごいと思ったんですよ。それを聞き続けた。本当に。本当に24時間かけっぱなしぐらいの勢いだったね。いや、私思ったんですけど、全然もストイックですよ。私はスティックだよ。そうですよね。私がやってることをみんな真似しようとする人はいるんだけども、結構むずいと思うよ。いや、そうですよね。でもなんか、自分のエピソード聞いたら、私、全然自分のことストイックだとは思えないかったですもん、だって。なるほどね。私はストイックですよ。でも普段は本当に、ストイックじゃない時はやらないので、本当に。とことん緩んでるから、ここぞっていうために、パワーを貯めてる感じはなんか、ここってなった時の、生き方がある。半端ないっていうか。なんか、そうやって動かしてきてるから、私が、なんていうか、それも意図してやってるんだ。もうここだっていうのが分かったら、もう全エネルギー、そこに投入するから。そしたら、投入後って決めてやってる。で、それで、物事動かないことない、俺。絶対動く。そこが違うんだな。いいねはマニュアルなんですか？どういうこと？ いいねはみんなやってるんですかってことじゃないですか？なるほどね。マニュアルじゃないです。カモ楽読はやります。カモさん好きな人はやるし、好きじゃない人はやらないです。カモ楽読って名の付いてるとこ以外では、うちぐらいしかやらないんじゃないかな。私は強要するからね、昔のカモさんと会う前の私の、レッスンはやってないわけですね。いいねってやらなくなったから。で、わかります？
で、ハモさんと会ったのは2018年の年末ぐらいなので、その前までやってないわけですよ。いいねってやらないんだけど。で、その人たちがまだいるじゃない、いるじゃない、2019年もいるじゃない。なんか、全然いいねを強要し始めたとか言われて。感じ悪いとか言ってね、結構来なくなったんですよね。へぇー。だからこう、これなしにするとね、リズム感が取れないのね、あれね、不思議と。だから、結構、受け入れてもらえるもんかと思ってましたけどね。人事は変わってしまったとか言われたからこれ。でも、まあ、画を通し続けてみましょう。私は今こんな感じなんですってを通した結果、まあ、良かったよね。そこに会う人が いるというか。うん。と思っているので。まあ、そういうもんなんだろうね。人って変わるからね。やっぱね。変わってほしくないと思う人もやっぱりいますよね、中には。なんか置いて帰りたくないっていう感じもあるのかもしれないね。私が変わり続けちゃうから、とんでもないことできない、やり始めちゃうからね、いろいろね。講演会やるとかね、急に絵本作るとか意味わかんないから。日本全国回るとか言い出すからね、急にね。なんでってなっちゃうね、みんな。普通の人だったらね。やりたいんだもん、みたいな。いいと思いますけどね。ね、ちょっとやらない人にいろいろ言われてもね、なんかよくわかんないというか自分でお金入って自分で行くわけだからね。なんか別に止められる人って、まあ、家族ぐらいしかいないよね。まあ家族は言う権利ありますね。権利があるけど、まあ、聞いてないっていうね、事後報告だからちょっと似てるんですよね、丸とね、そこら辺ね。決まってからしか言わない、ね。はい。プリンですか。だいぶできるだろうね。どうなっちゃうんだろう。ちょっと相当なプリンできるよ。ちょっと30人ぐらいいるよね。入れ物がないでしょ。入れ物がないね。ないですか。すごい。美味しくなさそうだね。あまりとかかんないけど。もう砂糖とかすごそう。ね、本当にね。確かに。どんな量が半端ないね、多分ね。生的なおちょこで。そんなことないです。もうこれ、もう、ギャップ萌えじゃないですか。そうだね。それはあるかもね。ね、それはあるかもしれない。最強なやつ。そうだね。可愛いは最強ですからね。ほんとね。ねえ。ね、それはあるかもしれないね。男性心は放浪癖があるのかもしれない。そうね。そうかもしれないね。私も放浪してた人間だからね。まあ確かに。旅をしたいのが男の、まあ、狩り行く習性というかね、本能に植え付けられてるかもしれない、ね。女性はいないんですか？女性でいろんなこと言える人って、あんまいないかもね、そうやって考えるとね。まあ、ちょこちょこはあるけど、そんなにこう、まあ、人事のレッスンは来なくて、他のところにガンガン行くって人、あんまり見たことないね。やっぱ、あるんですね、性差が。あるね、人順基準、なんか思いつく限りではね。あ、呼んでって言ってるよ、さっきのね。さっきの。出てっけ。さっきの、おちょこのところでね。ギャップ萌えってやつね。ギャップ萌えっていうのは呼んでほしい。かわいいは最強とかね。なるほど。かなと思いますね。ちょっとラグがあるから忘れちゃうよね、これね。違う話をしてるからね。なんか、繋がらなかった、今。
なるほど、こう、ね。プリンパーティーの話かと思っちゃった。ん？プリンパーティーに呼んでって言ってんのかと思っちゃった。ああ、なるほどね。うん。あ、そういうことか。そっちじゃなかった。いや、わかんない。順次が間違ってるっていうね。うん、プリンパーティーにね。うん。うん、じゃあ、リト君主体で。ね、面白そう。プリンパーティーね。うん。プリパ。プリパね。うん。まあ、愛知県もね、非常事態宣言も解除されましたしね。うん。あ、されたんですか？うん、されました、されました。うん。あ、じゃあ、リアル始まるんですか？リアルは始まりますね。うん。おめでとうございます。ありがとうございます。なるほど。スクールでのイベントはできないんだけども、なんか別のとこでやる分なら大丈夫というか。うん。スクールが一応基準では、飲食禁止になってるから、スクールではできないんだけども。うん、うんうんうん、なんかね、別と別の場所でやるのは自由というか独特レッスンではないからね、うん、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、Facebook の方では多分そこに検診がいてるんだよね、多分ね。あー、なるほどね、うん、でもここではちょっと出ないから、どこと繋がってるかわからないっていう。あー、なるほどなるほど、うん、だいぶ脳トレになるよね、こっちもね。もう話に夢中になりすぎると分かんなくなるからね、これね。え、ジュンジュンは過去ログとかも見れてるんですか？うん、過去ログってどういうこと？あ、その前のずーっと遡って、みんながくれてる、ずっと。あ、見れるよ。それを選んで出してる。あ、なるほどね。うん。あ、これは見えないんだ、まるには。見えないです。だから、ジュンジュンがこう出してくれたやつしか見れないから。あ、そうなんだね。なるほど。横にあるんですよ。はい、これ。ニコ、おやすみ。おやすみなさい。戻ってきてくれて。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよね。本当に今ね、2時間半やってるのにね、まだ4人ずっといるから。すごいよね。うん。だいぶこれ、講演会でも2時間ぐらいですからね。いや、ほんとですね。うん。でも今日は結構、中盤、中身のある、深い話だったから。うん。うん、ね、こう、リト君は来ないですか、基本ね。え、これ、どこの、ね、あの、菩薩城っていうのは、あのね、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、愛知県で、カモラの、まあ、一番古い人というか、菩薩ちゃんっていう人がいるんですけど、新田理香さん。わかるかな、多分いたと思うんですけどね。うん。なんか、うん。そういう人がいて、うん。そこが、こう、名記にあるんですけど。プレボラの人ですか？プレボラじゃないね。うん。あ、じゃあ、わからなかった。うんうん。カモさんがそんな売れる前から一緒にやってるというか。うん、名古屋、まあ、太郎ちゃんとかね、の一緒のそばにずっといる人だね。うん。うん。私が講演会してるんですね、太郎ちゃん。そういう人ですか？そうそうそう。うん。うん。だからこう、まあ、菩薩ちゃんがいたから私の講演会も成り立ったところもあるので、本当にお世話になってる人なので。うん。うん。うん、そういうとこに参ってくると。名古屋のど真ん中にありますね。うん。うんうん。仕方ないよね。だって、ジュンジュン男性陣に対する扱い雑だもんって。雑なんですか？ノーコメントでお願いします。雑なのかな？わからない。変えてないつもりなんですけどね。変えてないのに雑って言われるのはちょっと、問題ですよ。まあ、なんか、わかりやすい人なんだろうね、多分ね。へぇ。結構言われる。順次って意外とわかりやすいですよねって言われる。何がわかりやすいんですか？なんか感情がってこと？感情って気持ちがわかりやすい。
これ乗ってないときは乗ってない感じ。あんま楽しくないんだろうな、みたいな。楽しそれを出すんだろうね、多分ね。で、なんか、ちょこちょこ言われますね。うん。へぇ、女性陣に言われます、これ。わかりやすいですねって。女性陣に言われるの？うん。わかりやすいねって言われる。こう見てるとね。うん。へ、う、ぇ、ん、見てて面白いって言われる。昔フィルター入ってますかね、全然わかんないですよ、ね、のそれが。わかんない。わかんない。いや、わからなくていいです。いつも変わらず、うんうん、同じコンディションで私の前に現れてくれますけどね。まあ、それだけ丸の前でコンディションが整うんだろうね、私がね。あ、そういうことなんですかね。うんうん。うん、だから、安心して委ねられるんですけど。ありがとうございます。あ、まあ人間なんでね、まあインストラクターに、まあ、なっていくと思うんでね、まるもね、うん。うん。やっぱりこう、ちょっと苦手な人を、まあ、一緒にいたら楽しい人って言うじゃない？しょうがないじゃない？人間だから。うん。うん。かそれを、なんかこう、こううまく表現できない、うまくこう、パフォーマンスがちょっと下がるというかね、いうところも、なんていうかな、試されてるよね。試されてる、ジュンジュンが？うん、そう。より添いの状態でもいいパフォーマンスを出せるようになろうとしてるわけよ、私もね。そのためにこう取り組むこともやっぱいろいろやってるので。昔よりは絶対出せるようになったと思いますよ、私。1年前もっと良かったからね。いやもう結構、いや分かりやすぎるって。順々分かりやすすぎるって言われてますよ。そうか、そうか、やっぱまだまだまだ伸びしろがあるってことですね、これね。で、結構前からのお付き合いだからじゃないですか？まあ、リト君は1年前から、1年以上はあるじゃないかな。うん、去年の夏前だからね、多分ね。多分あれ、1年ぐらい経ってるね。うん、多分、やっぱり歴史長い人は分かるんですよ、きっと。うん。うん。うん、ね、本当に。うん、ね。私も別に完璧じゃないからね、何でもかんでもね。やっぱり伸びしろはあってね、成長、絶賛成長中なので。うん、そこも温かい目で見てくれると嬉しいなと常に見て、そんなイメージですよ、私はね。うん、ね、今今日より明日というかね、明日より明後日より成長している自分でありたいとはずっと思ってるからね。うん、そのためになんかね、自分の状態を良くするために何ができるのかっていうのは常に考えてる気がする。うん、うん、もうとにかく焦らないというか、落ち着こうっていうのはね、うん、これずっとやってるね、私ね。焦ってわちゃわちゃしてうまくいってる人なんか私見たことないもん。いや、そうですよね。落ち着いて冷静にやって一個一個丁寧にやってる人は絶対うまくいってるもん。うん、確かに。だから、それはずっと思ってるもんね。これ落ち着きっていうところは多分譲れないというか。落ち着く、なんか、工夫というか、いっぱいあるよ、俺。いや、ちょっと、何個か言ってみてくださいよ。教えないけどね。今、絶対すり合ったじゃないですか。いっぱいあるよって言って、じゃあ教えてくださいって、教えないけどねって。いや、それ自習じゃないですか。自習で、落ち着く方法、落ち着く方法についてね、知りたい人がいたらね、うん、話してもいいかな。うん、私知りたいです。あ、丸が知りたいよね。まあ、結構、順次になる落ち着いてって言われますもん。そうだね、うん。落ち着いてないのはすごくわかるからね、私ね。おバチャバチャしてるなと思ったらね、まず呼吸だね、とか言うよね。ね、うん、本当にそれではすごい
すぐ気づいて整えると、より楽にうまくいくと思ってるからね、私は。そこからこう、ここぞって時はバーンって行ったらいいと思うから。普段で消耗してる場合ではないんですよ。なるほど。日常から減ってる人ってもう、ここぞでエネルギー出ないから。そうですね。それもだいぶ質が悪いエネルギーかもしれない、使っても。そしたら物事が動きづらいというか。そしたら現実変わらないからね、頑張ってるの、なんでよみたいなって怒っちゃうから。そうするともっと、もっと人が離れていくので、それやるとね。そうならないように、余力で、できるといいなと思ってるところがあるからね。そんな感じの、まあ、2時間半だったのでね、まあ、そろそろね、終わっていきたいなと思いますよ。はい、皆さん、今日も長い間聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。いいね。いいね。はい、皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。またねー。また来週やりますよ。ごめんなさい。はい。またご質問しますね。はい、ありがとうございました。